こんばんは。皆さん、お元気ですか <laughs> すいません、本当に、ちょっともうマイク事故がすごすぎて、配信遅れちゃったんだけど、みんな元気してた <laughs> 大丈夫今これ。今大丈夫な状況ですかちょっと見ていきましょう。はい、皆さん、こんばんは。元気だった久々の YouTube 生配信です、えー。ご無沙汰しております。えー、渡辺の なおみでーす。よろしくお願いしまーす。ふぅー。ごめんね。本当にごめん。マジで。もう、今日こそは絶対に事故を起こさないでおこうってもう、日本のチームとも、アメリカのチームともみんなで言ってても完璧にしてたの。やっぱ事故を起こすんだなって。びっくりしちゃった。本当にお待たせしました。みんな待っててくれて本当にありがとう。 もうマイクも全部終わっちゃってさ何でっていう <laughs> 何が起きたのでこの前にインスタライブやってたのよインスタライブで、まあ、今日ねこの YouTube で食べる餃子を作ろうっつって餃子作ってであこれちょっと時間間に合わないかも10分ぐらい遅れちゃうかもなーなんて言いながら終わって焼こうと思ってパッて見たらマイクのあれがもう壊れててえみたいなでそっからスタッフさんたちに言ってさこれどうなってるんですかみたいな感じになって。 そっからもうみんなでずーっとやってたらさもうスタッフさんたちももう涙目もう声がもう震えててみんなこれどういうことだこれ何が起きてるんだとか言って <laughs> 私も分かりませんとか言ってやってどうにかつながりましたごめんね1時,間弱1時間弱待ってくれてた皆さんありがとうございましたそして YouTube 配信を見る前にインスタライブも見てくれてたみんなありがとう元気してたそこでね餃子作ったんだけども <laughs> ありがとう。 でもさ、髪の毛もね、ちょっとあの本当はなんかアイロンとかかけてセットしようと思ったんだけど間に合わない、もうそ,それどころじゃないから <laughs> もうポケモンのプリンのヘアバンドしてさ。 でもコカ・コーラ丸出しの T シャツでも部屋着みたいなのに化粧してるやつみたいな感じになってますがえ皆さん本日も YouTube ライブよろしくお願いしますよかった本当にさマイクが戻ってきてよかったみんなありがとう本当に待っててくれてありがとうございます元気してた ?7 月ぶりなのよで前回は今年初めての YouTube ライブって言ってたんだけどえ今日はですね今年最後の YouTube ライブ ライブでございますみんな、元気しててありがとうね、本当に待たせてごめん、でももうみんなチャット欄とかでも、私ももうテンパってるから、もうスタッフさんみんなこうテンパりながら、チャット欄とか見てたら、まあ、いつものことだからみたいな感じでね、もう優しい、優しい方々に囲まれて、私、人生、えー、楽しく生きさせていただいてます、ありがとうございます、本当にごめんね、マジでやばかったよ、もう日本チームもアメリカチームも、もう電話、も全員やばかった、もう聞いたことない横文字いっぱい出てきたもん。 なんとかかなんとかね、なんだこれ、どういうことだとか言って、もう男女ともに、もうなんかみんな震えてた声が、これやばい、これはやばいとか言って、<laughs> まあ、テンパっていたんですが、えー、本日、皆さんと一緒にですね、えー、約、えー、25時間のね、生配信を予定しています、嘘です、それは嘘です、それはさすがに嘘私の喉取れちゃう、ポンって、口から出てきちゃうよ、15時間目ぐらいになったら、プルンって。 はいありがとう、えー、みんな、ありがとう、トラブル、みんな必死にやってくれたんだねっつっいや、もう本当にこう身内のね、肩を持つわけじゃないけど、本当に前回も、皆さん覚えてます前回の7月の時も大事故が起きたんですよで、その後にね、もうパソコンも捨てようみたいな、もう今のパソコンも捨てようっ,つって。 もう古いし、パソコンがあれだしみたいな、OBS とかも、ちょっとこう、ちゃんとセッティングしようみたいな感じでもう、みんなもう絶対次はミスなしで行こうぜっていう感じで、来たのよ。もうさ、もう始まる10分前にもうミス起きちゃってるから、なんで <laughs> だからもうみんなが、うーってなってったけども、はい。皆さんお待たせいたしました。無事、私、本当に今日あ、できないかもって思ったの。あれ今日できないかもって。 思ったんだけど、できましたありがとうございますで、もう先食べててみんな、今日さ、餃子食べるって事前に言ってたから、まあ餃子をね、作って待ってくれてる人いたと思うんですけど、もう食べてください。すいません。冷まさしてすいませんでした、本当に。いや、できてよかった、できてよかった、ありがとう私も今日やらないだろうなと思ったとか言って、マジでそれ。今日はさ、さすがにじゃない。今まではさ、正直、正直ね、 やって、あれ、音声がおかしい、カメラがおかしいとか、そういうのはあったよ、今まではね。で、ちょっとすいませんっていうのはあったけどさ、この始まる前から序盤からもうやばいっていうのは、もうさ、お察しの通りって感じじゃないもうフラグ立ちすぎて。まあでも、本当に良かったです、こうやってね、皆さんとまた、えー、YouTube ライブでお会いできて嬉しいですし、えー、こうやってね、どうなるか分からなかった。 状況の中ででできるようにっってよかったですちょっともう序盤とかさ序盤のこのいつもの YouTube ライブの配信の最初のトークは明るい話したいのよもちろん皆さんに謝るそして反省でぐだぐだ言い訳いらないのよ失礼いたしましたねえ皆さん元気だったえあ、ー、<laughs> そうだそうだ <laughs> 申し訳ないね。餃子食おうぜって思ってるじゃんみんな。えー、こちとら、えー、天パりすぎてまだじょ、餃子焼いてません。<laughs> しかもじょって言っちゃった今。<laughs> すごく天パりじゃんねえ。まだ餃子焼いてないよ。<laughs> 本当にごめんね。ちょっと、あの、みんなで食べて、私ちょっとお菓子持ってくるわ。お菓子で、せーのでいただきますやんって、どっかの、あの、次の休憩。ちょっと休憩次入れますから、その休憩の時にあの、餃子焼いてくるわ。ごめん。 ここはちょっとスムーズにトークしていきたい。みんなとトークしていきたい。こっから焼く、焼く、こんな始まってすぐもう、本人いないはやばいから、You know? じゃない ?You know? だからちょっと、え、本当に焼いたほうがいいちょっと、焼けてないって、焼,焼いてる時ってここ誰もいないんだよ、みんな。ちょっと、あの今日あのカメラのね、調子もあるかもしれないんで、次の休憩の時に焼いてくるわ。でそれでみんなでぶち上がっていこう。 それまでぶち上がってこいよ。そう、お菓子持ってくるわ。一緒にいただきますしよ。ね、いただきますは一緒にしたいの。いただきますは一緒にしたいの。だからお菓子持ってきて。もういいお願い。みんなご飯待っててくれてる人もいるでしょ。一緒に一緒にいただきますんしたいの。ちょっと持ってくるわ。 ちょっとね。お好きな好きなお菓子があるから、そのお菓子をちょっとね。食べたいなあと思ってます。じゃじゃん。<laughs> これなんだかわかる。あのシガールシガール。ヨックモックのシガールがめっちゃ好きなの。私でいつもあの日本の空港からニューヨークに向かう時とかまあ、他の国行く時とか。日本から行く時は絶対。このヨックモックを買う。 買うのが私の趣味ですちょっとあの前半はちょっとよくもく食べてさシガールでさシガールさぶち込んでいい <laughs> めっちゃお腹すいたまでもマジでみんなありがとね待っててくれてまあでもちょっとこうリラックスした状態でね今日は生配信やっていきたいと思います、まあ、今年最後だからねちょっとなんかこれなんか正月バージョンっぽいよね はい、大量によくもく食べていきたいと思いますちょっとじゃあいただきますしよみんな一緒にシガールでさ一回いただきますしよじゃあ、えー、今年最後の生配信ですが、えー、2023年も皆さん本当にお疲れ様でしたでまたねあと少しで、えー、2024年が来ますが えー、そこもねまたみんなで笑顔で会えたらいいなと思ってます <laughs> 薄内容 <laughs> いただきますで、ね、いいのにいいこと言おうとして薄内容 <laughs> じゃあ行くよご飯待っててくれたみんなありがとうごめんお菓子でお願いしますすいませんじゃあ行くよせーの <laughs> いただきまーすあーほんとにさ みんなありがとう嬉しいよ。こうやって待っててくれてさあ。ありがとう。あの、まあちょっとね、だらだら話していきたいなと思ってるんだけど、まあ今回、 ニューヨーヨク久々なのよさっきインスタライブでまョ、あ、ー作ってるときもちょっと軽く喋ってたんだけど、まあ、その台湾で実は今回映画をね撮ってきたんですよでそれで台湾に1ヶ月ちょっとぐらいいてでそこから、まあ、台湾来たんだったら、まあ、そのままニューヨーク戻るより、まあ、日本に行きたいなと思って日本にちょっと行ってでチョコプラさんの YouTube 出させてもらったりとか他にも CM 撮影とかいろいろやって。 で韓国行ってとかでまた台湾で大打ち上げがあったから行ってみたいな、まあ、ちょっとそういうスケジュールだったから久々なわけニューヨークが。あ大丈夫ね今画面一回消えたんだけどさ大丈夫ね今さ一回さ画面消えたんだけどさ見てる人たちは大丈夫 ん大丈夫だ <laughs> 怖いよ <laughs> すごくトラウマになってる <laughs> 画面がさパンって今白くなったの <laughs> 怖い何もなかったみんな <laughs> 怖いよ <laughs> 私おびえたろ今カメラいつも変パソコンも変マイクも変どうなったろ それまでは大丈夫。準備中大丈夫。なんで私やるときなんで私この席座ったらいつもいつもパソコン壊れるおかしいかな私から変な電磁波出てるマイクロウェーブ出てるはい、落ち着いていこうみんな。大丈夫。うん。えー、怖かったね。今の下りも怖かったね。わかるよ。でも落ち着いていこう。 こんなにこんなにいっぱい事故を起こしているにもかかわらず、すごくテンション上がってます。わかるでしょなんか学校とかでもそうじゃん、いつもと違うさ、犬が入ってきたとかさ、なんか雪降ってきたとか、なんかいつもと違う日常と違うことが起きたときめっちゃ興奮しないわかるその状態、今、私だけめちゃくちゃハイになってます。<laughs> はい、ちょっとお母さんでね、今、ごまかしましたけども。 鼻くそついてないね。ちょっと待って。ねえ。ねえ、ちょっと待ってよ。で、ね、ここに来て鼻くそついてた <laughs> ねこんなに頑張って <laughs>。ねえ、頑張ってさ、生配信のために、マイクとか設定して、 今ね盛り上がってわーとかでちょっとさいろんな事故も面白くしようと思ってたのにえっ鼻くそついてたわ <laughs> ちょっと確認してくるねや <laughs> ちょっと一回確認させてみんな。 でもさすがについいてないでしょ <laughs> <石>に <laughs> そうやって言う人いるじゃんたまにさ生配信何もないのに後ろに人がとかさなんかこうかまってほしくて言ってるタイプでしょ <laughs> ちょっと、えー、お花摘んできます <laughs> 素敵なお花が咲いてましたいやー、でも本当にニューヨークって寒いんだなと思ったよ、もう12月。<laughs> いやはやいやはや,や、<laughs> 日本もね、あったかくついいところからすぐね、寒くなったからね、いやはやいやはや、<laughs> 失礼いたしました。 えー、機材トラブルで1時間弱遅刻した上にえに、ー、鼻にくそつけて登場してしまい、本当に大変、申し訳ございませんでした。ねえ、恥ずかしい、ね、恥ずかしいよ、もうシガールの周りについてるごみもごくっついてるやペットボトルに。 <laughs> もう、ボロボロです <laughs>。ちょっとね、まあその <laughs> いろんなねまあ今年の話だったりとか、みんなとねあの質問コーナー、もう何でも質問答えていきます、質問コーナーとか、だらだらしゃべっていこうご飯何食べてんのみんな教えて <laughs> 待って,待って始まってさまだ15分ぐらいしか経ってなくない今 <laughs> それでこんな事件起こる <laughs> 恥ずかしいんだけど <laughs> はい餃子食べてあ餃子ね餃子ね一緒に食べようって言ったもんで、ね、ごめんね餃子まだ焼いてなくて本当に申し訳ないしゃぶしゃぶだよーっていう人もいます。マック食べてる ドライカレー、いいですね、ドライカレー、チーズ牛丼食べた、焼きそば、うわー、焼きそば食べたい、水炊き、きー、肉じゃが、肉じゃが、作ったことないな、まだ、えー、さっきの、えー、インスタライブ見てくださった方々、わかると思いますけど、えー、私の、えー、包丁さばきが、えー、怖いという、えー、クレームコメントが、えー、たくさん来てました、えー、大変失礼いたしました。 <laughs> あのこの YouTube ライブ、ね、見終わって、まあ明日あさって時間がある方はぜひ、ね、インスタライブの方も見ていただいたりとかしていただけたら嬉しいです本当に手さばきが怖かったらしいサムゲタン食べたよトマトキーマカレーうまそうカレーとトマトって合うよねおうち焼き肉食べてよ最高すき焼き最高マグロのお刺身最高最高うまそう。 ポッドキャスト面白いねとかで、えありがとうあのアメリカでね、やってる、全編、英語のポッドキャストやってるんですけども、えー、ほとんど今年えー、アメリカにいなかったので、えー、英語上達せずという、<laughs> いろんな国行きすぎて <laughs>。ハーゲンダッツ、今からみかん食べる、うわー、みかんいいね。日本の冬といえばみかんですからね。ご飯食べ終わっちゃったから、チョコ食べてるとかで、ビビンバーとか言って。 鼻の穴最高って怖いんだけど鼻の穴最高って怖いんだけどありがとうサイゼいってた最高やんいいですねみんなもさおいしいご飯食べてさだってこの YouTube ライブも始まったのが2020年からで3年やってて次4年目になるのか まあちょっとね頻度は落ちましたけど嬉しいよ、こうやってさみんなとまたまあ年ちょっとしかやってないけどそれでもこうやってね会ってくれてるのしいですよ。コーラの T シャツかわいい。 あのツアアーももメリカの方ででやらせてもらてったんですよでそのツアーでいろんな7都市回ったのかなニューヨークワシントン DC マイアミ、えー、アトランタでシカゴ、えー、ニューオーリンズでラスト LA かでやらせてもらって初めてで台本なしのトークで、まあ、お客さんと一緒にあのコミュニケーションを取りながらトークをしていくっていうあのライブをやったんだけどでアトランタがコカ・コーラ発祥の地なの多分ね。だからコカコカ・コカコーラの なんかそういういミュージアムみたいなやつがあってでそこであの買わせていただいて全部こういうコカ・コーラのもうグッズもうグッズというグッズがめっちゃ出ててそこでいっぱい大量に買ったんです可愛くないこれこれ一応部屋着なんだけどこれめっちゃ可愛いよねちょっと今流行りのピシティでやらせてもらってます本当は今日なんかワンピースが着たかったんだけどあのそれどころじゃなかったんで <laughs> こうやってスウェットと。 合わせてるんだけどこれめっちゃ可愛いよねちょっとレトロっぽくてさいいよねそうなのだから結構そのいろんな都市を回っ,てもらっ,回ったんだけどやっぱすごいよ。You know? 何がすごいかこの話だけさせてもらってもいい、まあ、今年初めて、まあ、ツアーをやらせてもらってで、まあ、ニューヨークワシントンでも いできるだけ、まあ大都市いろんなところ回らせてもらったんだけど、あの、もちろん、なんて言うのかな、ちょっと言葉選ぶけど、見に来てくれてるお客様たちは、もちろん日本人のお客様も多くて、で、まあ、その、地域によってはよ、例えばニューオリンズとか半分以上私を知らない人が興味本位で見に来た人っていうのが多かったのよ。ニューオリンズはね。だから、 半分ぐらいえ知らずに来たみたいなあんた誰って感じだけど楽しそうだから来たとか言う人も来たのでそれみんなアメリカ人だったんだけど地域によっては、まあ、結構4割ぐらいアメリカ人でそのうちの2割私を知らないで来たとかまあでもその地域によって、まあ、日本人の人たちも住んでる人たちもたくさん来てくれてすっごい嬉しかったんだけどやっぱ全然違うのよ同じアメリカに住んでる日本人でも全然地域によって違うのよ You know? 例えばじゃニューヨークニューヨークはまあ自分が長くニューヨークに住んでるというのもあるんだけどまあニューヨークが一番えっ、ー、と一番ではないか LA が一番大きいのかニューヨークは500人のキャッパーでまあチケットも売れてでそこは結構その 恥ずかしかかかかかっっったたら友達ととも呼べなかったの、まあ、ちょっと恥ずかしいからみたいな感じで呼んでなかったんだけど、まあ、何人がチケット買って見に来てくれてて、て最初の本当に一番最初のライブだったしで英語でさ台本も決めずに1時間半さしゃり続けるってめちゃくちゃ怖いじゃんだけどやってみたいと思ってやってみたからやってみたっていうのもあるからニューヨーカーがみんなめっちゃふわーみたいな感じだったのよ。 もうみんなあったかく何が起きても迎え入れるぜみたいな感じでふーみたいなで日本人もみんなさなんかニューヨークに住んでる日本人の人たち,でこうちょって気取ってるように見えるよもちろん気取った街ですからでも気取ってるっていうよりはなんかなんか戦ってるやつら応援しますみたいなスタンスなのよなんかわかる <laughs> ニューヨークの人たちは。 なんかの日本人の人たちは、なんか、私も戦ってきたみたいな、であんたも戦いたいだったら応援してやるよみたいなスタンスなのよ、だからみんなで何か事件が起きたりとか、事故が起きたりとか、わーってなってみんなで、わーって盛り上がるわけで、そういうのもすごいこう、なんていうのかな、でアメリカ人の人たちも、自分の、私の客層ってどんな感じなんだろうとかって、ライブでさ、見てわかるから、あ結構アメリカ人の人も見に来てくれるんだ、で、みんな、もう、えーみたいな感じで、もう人情味あふれるみたいなライブだったのよ。 で次ワシントン DC 行きましたでワシントント DC はもうちょっとキャパが小さいところだったんだけど一番早くに速完したの、チケットがで。結構ビジネスタウンらしくってだからもうバリバリのなんか IT やってますとか,なんか弁護士ですみたいな人たちがいっぱいいてなんかお笑い,笑いの笑う場所もなんかははみたいな,なんか,分かるちょっと説明むずいんだけどなんか笑うところもなんか頭,が頭を使う。 私たち、なんか、普通とは笑うとこ違いますみたいな、そこで笑います、はは <laughs> みたいな感じで、なんか、すごく、ニューヨークとはまた色が違ったの。だし、なんかまあ、みんなともこうトークしたりとかするからさ、みんなと喋ったら、まあ、その、やっぱ弁護士とか、その、うん、ワシントン DC が結構ビジネスタウンらしくって、 だからまあいろんなこう情報とかワシントン DC の話とか聞かせてもらってめっちゃ面白かったの。で次もっと下行きました。マイアミ。マイアミといえば海があるようなところなんだけど、えー、マイアミってほとんどアジア人住んでないらしいのね。だからチケットが一番売れなかったの。だけどマイアミが取った箱がマジで1000キャパぐらいの箱しか取れなくて、800か一番高か,かったのか ?800 ぐらいしか取れなくて。だけどチケットがマジで売れなくて。<laughs> でマジでアジア人がいないんだってだからどれくらいの人が来たんだっけ結局、100いかないかぐらいそれでもありがたいよマジでマイアミで100いかないかぐらいのトラちゃんが来てくれたのでそれも、えっと、マイアミとニューオーリンズが一番チケットが売れなくて他は全部完売だったんだけどマイアミがそれぐらいでで多分 すんごい広い会場にさギュッてみんな集まってるんだけどそこに住んでる日本人が実は少ないんだとか言ってみんな言ってて日本人もアジア人もいなくて、まあ、スパニッシュ系の人たちが多いから誰もマイアミは英語喋らないからスパニッシュが多いんだよみたいなだから英語覚えなくていいよみたいなことをなんかすごい言われてあそうなんだみたいなでもそこのねマイアミに住んでる日本人激強です <laughs> 激強もうなんて言うんだろう何人か まあ、スパニッシュ系の人たちもいればアメリカ人の人もいてでその日本人チームがこうテーブルでこう固まってたんだけどもうこのマイアミのアジア人仕切ってますみたいな感じのもうお姉様みたいな人がいたのよ、もうワンレンのさもうワンレンでもうメイクバッチリでもうタバコ吸ってた <laughs> みんなマイアミの人たち。あの私 あの、ステージ上でトークしてるんだけど、うん、みんなタバコ吸ってた。<laughs> いいんだ、タバコ吸って。<laughs> 酒飲んで。<laughs> そこだけは酒が飲めるのよ。もうちょっと、ちょっとしたなんかバー、バーカウンターもあって、みたいな。だからみんな酒飲んでた。その100人弱の人たち。<laughs> もう酒飲んで、もうタバコ、あのー、あれだけどね、紙タバコじゃないけど、なんていうの、アイコスみたいなやつ。こて吸いながら笑ってた。指差して、私のこと。<laughs> 昭和,昭和の芸人ってこんな感じだったのかなと思っただからマイアミニューヨークからのワシントンからのマイアミどんな感じなのかなと思ったらもう激強でもめちゃくちゃ応援してくれてんで、まあ、その長がいろいろ教えてくれるわけよえマイアミってどんな街なのみたいな基本全部英語だから向こうも英語なわけマイアミはねみたいなアジア人ほとんどいないよまあ私はなんかたまたまいるけどみたいな感じなのよ長強みたいな だからみんな、いいんだよな、あみちゃん、別に英語なんてどうでもいい、ここにいるみんなも、別に英語喋れないから、みたいな、ここはね、みたいな、スパニッシュの街なの、みたいな、なんかこうスパニッシュの言葉をしゃべるみたいな、あ、そうなんだ、みたいな、でもね、私、応援してんだよ、みたいな、感じですっごい言ってくれてでオサが、ありがとうございます、みたいな、で右の方みたいな、最後の方に質問してきたら、また、オサみたいな2人がいたのよ、オサよりはちょっと若いんだけど、でも、その人たちももうオサなのよ。 マイアミ好きな来てたみたいな、私よりは年上のお姉様よ、だけど2人とも,なんかもう酒でもう後半だったから、もうベロペロに酔っ払っててさ、で質問、じゃあなんか質問ある人とか言って、私は言うのよ、そしたらその,その,その第2のおさみたいな2人がなんか、はーいみたいな、もうこの時点でもう絶対さしたくないわけ、だってもうベロっロに酔っ払ってんだもん、絶対トークできないじゃん。 こうやって指さしたの、うさなんかえー、みたいな、そこ大丈夫みたいなこと言ったの、なんか,ちょっとかなり酔っ払ってるけど、大丈夫っす、ね、ええ酔っ払ってまさん,んみたいな感じだ、ね、<laughs> でこれはちょっとやばいぞと思って、でちょっともう、もういっか、もう指さすかと思ってあ、じゃあどうぞみたいな、でもう本当にもう、もうバブル、バブル、バチバチ生きてきました、そしてバブルの時にマイアミ来ましたみたいな感じだからさ。 え、なんかー、みたいな感じで。<laughs> え、なんかー、え、な美ちゃんがこうやって前イアに来てくれるのめっちゃ嬉しくて、なあ、とか言って。で、横も無言のおさんなの。無言のギャル、ギャル姉さんなのよ。なんかずっと、もう笑いもしないし、笑いもしないし、 怒りもしてないずっとこういうハスに構えて私を見てるわけで横の人はめっちゃ喋るわけ「あマイアミのこと教えたい」なんけどみたいなえ「マイアミで絶対受ける言葉があって」とか言って、まあ、そのちょっとなんかスパニッシュのあの。 スペイン語、スパニッシュの言葉をすごい教えてくれたのよ。ね、なんかああ、そうなんですねみたいな。で、言ったら、こっちのなんかみんなもなんか盛り上がるみたいな。ああ、知ってるからこれ面白いよねみたいな感じになるんだけど、なんかあとねみたいな。え、あんた言っちゃえばみたいな二人でなんか盛り上がり始めて、これ全部英語だよ、みんな。で、こっちのさ、ずっとハスに構えてさ、見てるさ、お姉さんがさ、こうやって、え、うん、私みたいな。え、いいってみたいな感じなのよ。 ね、もう一人ですかえ、言っちゃえないよ、みたいな。え、直美ちゃん、直美ちゃん、みたいな。えっ、ー、と、マイアミでは、え、乾杯は英語では、チアーズって言うけど、ここではチアーズじゃないの、みたいな。チアーズじゃ盛り上がらないよ、マイアミだったら、なんて言うって言って、そのなんか、第二のお猿のもう一人のギャルに振ったのよ。おさ、ギャルがなんか、えー、とか言って、マイク向けられて、髪の毛かき上げながら、猿、とか言って。<laughs> え、これ、何の時間みたいな。 ある、キャラ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 みたいな、あっ、サールだよ、キャキャキャーみたいな、<laughs> これ、何の時間みたいな同じこと言ってた、その舞台上でも、うん、これ、何の時間みたいな、さあ、る、今まで一言も喋ってなかった人が唯一喋ったのがサ,、まあ、サルー、サルって言うらしいんだけど、あれはちょっともう強すぎた、マジで、ただでさえアジア人が少ないで、和食屋さんも少ないこの地域で、何十年も生きてるって。 めちゃくちゃゃくハート強いよでもそんなお姉さんたちが応援して私のライブに来てくれるってめちゃくちゃ心強いやんでうわこうニューヨーク DC でこうマイアミも全然違うんだと思ってでそっからまた上に行きますで次がアトランタアトランタ私もすごい好きで一回行ったことあるんだけどもうマイアミでビビっちゃってるから私もう怖い <laughs> お客さんめっちゃいい人っちゃったよみんな お姉さんたちめっちゃいい人だったけどめっちゃ怖いのトラウマこれ地域によってだいぶ違うんじゃねえかと思ってでアトランタ行ったら、まあ、アトランタは結構ちょっとお笑いライブ的な感じの、まあ、ちょっと劇場だったのよでそこも速乾で当日席いっぱい開けてあののなんていうのもっと席を足したんだけどそれでも速乾でで行って出てくるわけじゃんで怖いわけどんな感じかなと思ってブワーッと音楽かかった中でへいへいへいとかって出てったらアトランタも全員フぅーみたいな感じで。 で、そこが結構、やっぱ、アメリカ人の人たちも多くて、で、質問すると、みんないないわけよ。あ、みんな知らないの私のこと。知らないけど、友達に聞いてきたとか。で、あとはもう日本人の人たちもみんな、うわーみたいな。で、アトランタにこう住んでる人たちもみんな陽気。もう音楽とかやっぱ、すごい栄えてるからさ、もう、うわーみたいな感じ、も陽気な感じでガーッと来て、お、また、マイアミの時とは全然違う。誰もタバコ捨てない。<laughs> マイアミはもう本当に、はーとか言ってみんな捨てたけど、 吸ってなくてでも質問、質問も全部面白かったのよ、なんかすごい視点でこう喋ってくるみたいな、で結構下ネタもめっちゃ受けるし、あとは、まあ、銃の質問とかされたりとかしたわけ、そのアメリカ人の2人でなんか来てる男の人2人がいて、で銃,に銃社会についてどう思うって言われたわけ、であ銃社会ねみたいな、あ日本は銃だめだからあれだけど、みたいなニューヨークもだめだしみたいなえ、アトランタて銃 OK なのってのえったら、OK だよみたいな、えとっと書いて。 えじゃここにいる人たちで銃持ってるでしょとか言ったら結構3割ぐらいの人が手を挙げててえ、どれくらいでその質問してくれた人にえ、どれくらい持ってるのって聞いたのそしたらなんか5兆ぐらい持ってるみたいな,えみたいなでそこから銃の話したりとか、まあ、いろんな話をしたんだけどでもそれも面白くしなきゃいけないじゃない you know? 銃社会についてどう思いますかで面白い話するのは難しいけど、まあ、これも行くしかないなって思ったから、まあ、いろんなそこからもうどうにか話して。で 向こうがめっちゃ熱くなっちゃったのそのアメリカ人の人が銃は必要だと思うみたいな結構その思想強めの人で。 え、銃はすごい必要だと思うみたいな。なぜならみたいな感じで銃についてめちゃくちゃ語り始めたの。私あこれやばいなと思ったで、お客さんもなんかもういいって1の話みたいな。ちょっとそんなんなってるわけ。でも一応話聞かなきゃいけないから最後までうん。Oh, oh, okok、okay, okay、とか言って話聞いたんだけど、向こうがなんかうんっていうことなんだ。俺はそう思うみたいな感じで言われた時に何て言っていいかわかんなかった。だから私は一言こうやって言ってやったのよ。その人に。あ、来ない。<laughs> もう言うことないから。 何も言うことない自分は銃の思想とか分かんないしアメリカに来たばっかりで銃あったほうがいいのかない方がいいのかもうその,その会議もできないぐらい情報がないから一方的に喋られてあと半分以上何言ってるか分かんない難しい英語だしだからもうすぐ「うん?」とか言ってあの「おやすみなさい」しか言えなくて <laughs> えそれが死ぬ、えー、ほど受けました軍内 <laughs> で全部いけるでそこからあ私軍内で全部いけるんだと思ったの。 で、そこから、まあ、ほら、いろんな人ランダムでやってるからさ、変な質問とか、まあ、変な感じになったりとか、まあそういうね、ちょっと、別にその人が変ってわけじゃないよ。まあ思想が強くて私が対応できないとき、そういうときはもう全部、軍内。やっぱこれも通じるんだって。そう。あ、なるほどね、みたいな。ナオミはもう、これ意味わかってないなとか、あこいつとはもう話したくないなっていうときに、逃げたな、みたいなやつが通じるらしくて、アメリカ人にも。そこから、あの、軍内連発。<laughs> 逃げすぎ問題。 まあ、そういうのを話したりとか、まあ、あとはあ下ネタだったりとか、アトランタはすごく、あの、いいコミュニケーションをいっぱい取れて、めちゃくちゃ暖かくて、また面白かったんだよね。で、アトランタちょっと過ごして、遊びに、遊びに行ったりとか、まあ、二日ぐらい多く過ごしたのかな。で、そっからシカゴ行ったんですよ。You know? シカゴ。え、大丈夫みんな私こんなにさ、普通に喋ってるけど大丈夫 <laughs> シカゴ。行ったんですが、 シカゴが実はお笑いの街なんだって大阪みたいな感じでアメリカの中で一番お笑いのコメディハウスが多くてみんなそこで修行するらしいんだけどそれを知って私行ったのよおっしゃるやっぱりお笑いのお客さんっていうかみんなめちゃくちゃ理解して超笑ってくれるっていうかもうぶち上げなわけで全員すっげー話しかけてくるし ババンバンマイク持ってないのにみんななんとかだろうなんとかだろうとか言ってブワーって話しかけてくるしめっちゃ面白く終わったのでシカゴが一番超お笑いだったかもしれないでシカゴも結構アメリカ人の人が多くてで日本人の人たちもなんかお笑い大好きみたいなでねこれ、まあ、ちょっとねいつかイン,スタライ,あインスタで全部まとめて動画載せようと思ってたんだけど、まあ、ちょっとこの YouTube ライブで先に話すわシカゴね行ったら、まあ、いろんな人が質問バーティーしてたらまあなんか 女性がねアメリカ人の女性の人が手を挙げたから「はい」とか言って「じゃああなた」って言ったら「あ実は私あのアメリカのヘアスプレーのミュージカルのトレーシーをやってたんだけど」って言われて「えみたいな「あなた日本のトレーシーだよね」みたいなで「あなたのことはもともと知らなかったんだけど友達から日本のトレーシーがシカゴに来るって聞いて見に来たんだ」みたいな「えとか言ってアメリカの私が、ね、去年やったヘアスプレーっていうミュージカルの私と同じ役をアメリカでやってた人が見に来たのよそんなことあると思って。 で,来たのよでその人もちっちゃくてぽっちゃりしててもう私と見た目そっくりで上がって「へーみたいな「でありがとう」っつって写真だけ撮って終わったのねでそっからいろんな質問ばーとか言ってしてたら最後の方になんかもう,もうみんなもそこお酒飲めるからもうベロベロになっててでそのシカゴの人たちがさ「あーい」みたいな「シカゴ流のお笑いやれよ」みたいな感じだったので私が何「何シカゴ流のお笑い」って言ったらお題を二つお題を二つ お客さんからピックアップもらって、そのお題で即興で今からコントするっていうのが、シカゴ流のお笑いなんだって。で、それやってくれよ、みたいな。コントやりたいんだろうみたいな感じに言われたのよ。で、私コントやりたいよ、みたいな。じゃあやれよ、みたいな。来年ね、とか言ったら、来年ねって冗談で言ったらみんな、今やれ、いいわ、いいわ、みたいな感じになったのよ。200人にそれ、追い詰められて。えーみたいな。でもそれやったことないけど、やってみるかっ、つって。全部英語よ、もちろん。で、 さすがに一人きついけどっつったらトレイシー、トレイシーもう一人いるやんみたいな、演技言ったらもうプロの、アメリカの <laughs> プロの俳優さんだからえ、えじゃトレイシー、ダブルトレイシーでやるとか言ったら、ダブルトレイシー、向こうのトレイシーもなんかえ、えみたいな私、私みたいな感じになって、みんなもやれ、や,やれみたいな感じになって、アメリカ版のトレイシーと日本版のトレイシーで、急に即興コントやってのよ、シカゴで。ぶわーってみんな、やれみたいな感じになって、じゃあ、お題いいみたいな。 じゃあホッットドッグ屋、まあ、シカゴで有名なホットドッグ屋さんがあってそのホットドッグ屋とシカゴ出身のラッパーでカニエ・ウエストこの2つで即興コントやるみたいなで私がそのアメリカのトレーシーに聞いたのよえこういう即興コントってやったことあるって言ったら学校では習ったことある大学では習ったことあるけど当分やってないみたいなだから大丈夫でも私何回もやったことあるから大丈夫だよナオミみたいな私マジでこれやったことないけど大丈夫かみたいな感じになって。 いざ始まったよーいスタートっつってでもお互いスタートでさ即興だからさ何をお互いやるかわかんないじゃんさトレイシーがホットドッグ食べ始めたのよ OK ーーそっちねと思って私はそっからあって言って始まって2分ぐらいコントやったんだけど最初アメリカのトレイシーが引っ張ってってくれたおかげで私もこういうやり方かっつってよくわからない。 多く単語を知ってるわけでもない数少ない英語の単語だけで、えー、2分間コンってやらせてもらって最後大盛り上がりでえ無事終わりました。ありがとうございます。<laughs> もう私その時にさバーンってうまくいって2人でさもうハグしてさ終わった後でもうみんなもスタンディングオベーションでうわーみたいな初めての即興コンとおもろいことになったやんかーみたいな感じでバーってなって私バーンって受けた時にさエクスタシー感じた。<laughs> すっっごいエクスタシー感じちゃったわけ You know 私今思い返すとなんか泣きそうになるみたいなあれよかったなアメリカのトレイシーとも二人で二人三脚であの場を乗り越えたたった2分かもしれないけども頭もフル回転の2分だったんだけど受けた時にすっごいエクスタシー感じちゃってさあお笑い。 やっててよかったなってすっごい思ったししかももう英語だからさ出てくる言葉もうテンポ超大事だし出てくる言葉とかも今ちゃんと私これ波に乗ってボケれてるか言えてるかみたいな感じの頭を真っ白の中でバーンと受けた時にさはふってなったんだよねこれだと思ってやっぱ私お笑いが好きだって思ったんだよね 何の話そ,うそれでなんかシカゴはそれです超盛り上がってで基本もその現地のスタッフさんだから音声さんとかでみんな来てくれてさで音声さんと舞台監督の人がまあシカゴの人でその舞台を作ってる人たちなんだけどなんかその人たちも今日最高だったよみたいな、まあ、みんな基本言ってくれるんだけど次のツアーでもし音声であのが見つか,なか,ったから見つかなかったら俺いつでもついてくからそのツアーみたいないつでも言って連絡してっ,つって。 俺、いつでもあの音鳴らすからみたいな、えみたいな、<laughs> そんなことある <laughs> いつでも音鳴らしてくれる人見つかったシカゴで <laughs>。マジで感動した、今日みたいな感じで言ってくれてさ、こうやって人と人とつながりができてくるんだなって、やっぱ自分が思いっきり挑戦した先、もちろんこいつ面白くねっていう人もいるかもしれない、何だったの今日って、いるかもしれない、英語完璧じゃないじゃんっていう人もいるかもしれない。でも そんなことに怖がってさ挑戦しない方がきつくないって話挑戦して文句言われても何とも思わないもん挑戦する前に文句言われたらぐにゅってなるけど挑戦した先に文句言われてももうそれが耳に入ってこないみんなこうやって支えてくれてる人たちができるとなったらもう最高語彙力な <laughs> 途中から怪しいなと思ってるでしょみんなも。 なんかいいこと言いそうだけどなんかずっとずれてんなみたいな <laughs> だからそういうふうにそういうふうな人にもなりたいなと思ったし、ね、挑戦した人たちを素直に「すごい!」って言いに行って何かあればいつでも言ってねって言えるような人にもなりたいなと思ったしだからシカゴはそれをすごく学んだで初めてのシカゴが終わってでそこからシカゴでもちょっと遊んで,で次ニューオーリンズでニューオーリンズは まあ本当にチケットがまあ売れなくてでニューオーリンズに来てる日本人の人たちも何でニューオーリンズ来たんですかみたいな不思議みたいなニューオーリンズってマジでいないらしいのよで全米ツアー例えばビヨンセとかいろんなアーティストいろんな海外アメリカでも有名なアーティストでもツアーでニューオーリンズ避けるぐらい人が集まらないんだって <laughs> なのにえニューオーリンズ何で来たんですかみたいな。 だからニューオリンズがまあ一番それさっきも言った通りニューオリンズって地域一番こう下の方にあるんだけどのがチケットが売れなくて結局お客さん何人ぐらい80人ぐらいのあち100ぐらいのキャパで80人くれが来ないかぐらいだったのかで一番売れなかったかな売れてなかったかなあの新聞を出したのよ新聞、地元の新聞のニューオリンズの地元の新聞の人から取材来て。 取材が来て、であもうぜひこっちも広告出したいんでって言って取材を受けたんだけど、そのニューオーリンズの新聞社の人も言ってたのよ、なんでニューオーリンズ選んだんですかみたいな、<laughs> もっとサンフランシスコとか大きい都市あるのに、なんでニューオーリンズ来たんですかみたいな、もともとジャズの街っていうのも知ってたからし、ジャズとか好きだからさ、だからジャズの街絶対いつか行きたいって思ってたから行ったんだけど、もう本当に、もうありがとうございますみたいな感じらしいのよ。そそのの新新聞聞をを出したらなんとその新聞を 見てたた人たちが半分ぐらいなのだから、半分ぐらいが誰も私を知らない人と半分ぐらい私を知ってる人で来たわけ。だから登場したときにさ、やっぱりリアクションが違ったのよ。今までは、みんな、ふわーみたいな感じなんだけど、ニューオーリンズえ、半分ぐらいの人が、イエーイなおみちゃんって感じだけど、半分の人が、どんな人なんだろうみたいな。<laughs> なんか出てきたけど、この人、どんな人なんだろうみたいな感じなわけよ。 そこから持ってくの、ええー、正直大変でした。一番大変だったかも。そこのみんな、どんな感じなんだろうみたいな。それこそさ、もうアメリカの老夫婦の、もうほんと80代ぐらいのおじいちゃんとおばあちゃんの夫婦が見に来てたりとかしてんのよ。もう日本語喋れない二人とも。あーみたいな感じで。<laughs> なんでみたいな。で、あとは若い。 えー、女の子3人ぐらいのアメリカ人の,女のその子たちも日本語全くしゃべれないで暇時間があったからっって車で5時間あ1人が私のファンなんだ1人は私のこと知ってて2人は知らなくって56時間あの車で違う年からこのニューヨーリンズまで来たんだとか言ってとかもう年齢差もバラバラで1人おばあちゃんも来てて1人でその人は来てて。 なんでとか言ったら昔日本で2年間ぐらいなんか英語の先生をやってたんだって日本でね昔2年間やっててそこからニューオレンンに戻ってきてで時たって新聞見てたらなんか日本のコメディアンがなんかニューオレンジにライブしに来るっていうのを見て私は日本で2年間英語を教えてたことがあるし何かの縁かもと思って見に来たっつってえー、みたいなそれぞれ見に来る人たちが私を知らないだけど縁を感じたりとか わくわくしてきたりとかっていう気持ちで見に来るんだと思ってそれ聞いたらめっちゃ緊張しちゃってさもう一番年しマネタとっちゃったよそこでどしマネタとってみんなも笑ってるけどもうおばあちゃんにも振っちゃっておばあちゃんどう思うみたいなでおばあちゃんも知らねえみたいな私に振るなとか言ってだからもうそれでニューオリンズはニューオリンズですごいこうまた少人数ながらのなんていうのかな このコミュニケーションがすごい濃密で,でめちゃくちゃ勉強になった私を知らない人たちの前でお笑いをするってどういうことなんだろうっていうのはすごい勉強になったし、まあ、ジャズも聴きに行ったりとかすごい楽しませていただいてで最後ラスト LA で LA がどれくらいだったのあれ800人ぐらいか結構たくさんの方に来ていただいてでやっぱ感じましたよもちろん、えー、出ていきました、えー、いやいやいやみたいな出ていきました みんなやっぱあるのよ、どっかで。お前ニューヨーク派なんだろっていう。LA じゃなくて、ニューヨーク選んだやつが来た、みたいな感じなんだよね。<laughs> ふわーっとか言って。なんか、こう、ニューヨークとはまた違うっていうか、やっぱニューヨークはさ、ナオミずっとニューヨークに住んでても、ニューヨーク、チームニューヨークみたいな感じで、イヤーって感じだったんだけど、LA はなんか、あ、ナオミちゃんだでもニューヨーク派松なんだよねみたいな感じなのよ、みんな。<laughs> えー、正直、えー、怖かったですそんなことないと思うけどねそんなことはないと思うけどまあそのまあもちろんみんなもねすごい盛り上がってくれたんだけどやっぱね空気全然違ったわすごいでそれこそ結構みんなあの友達も何人か来てくださったりとか先輩とかもあの品川昌司さんもたまたまの品川さんもたまたま来てくださってて品川さんも見に来てくださったりとかあとタムケンさんもなんか、まあ、先輩やから行かないようにしてたけど本当行きたかったわとかって連絡いただいたりとかまあみんなすごいあの LA に住んでるあの先輩たちからまでも連絡いただいたりとかしてたんだけど、まあ、なんていうの、LA はと全然空気が違くてさ、やっぱあるんだねで私が言ったの、あなんか何人か質問したのに、ね、いろんな質問した時ときに、なんか LA の人たちが、なんか、え、LA に住む,住む予定はありますかみたいな感じで言われたわけよ。n o なみたいな。 ってわーって言われてもちろんみたいなもっとお金貯めてもうビッグになって LA にでっかい家買って住むよとか言って言ったらみんなイエーイみたいな感じになってそれ見た時にあやっぱりやっぱりそう思ってたんだみたいな <laughs> イエーイみたいな LALA みたいなまあそのこと言ってないけどね内心やっぱりちょっとどっかでニューヨーク選んだ人だみたいなところあるんだよね。 あとは、まあ、基本私、英語片言なのよ。片言なりに、めちゃくちゃ、あの、面白いことを喋ろうと思って、わーってやってるんだけど、あの、まあ、別にこれ、ネガティブな、ネガティブじゃないよ。全部の、今までの6都市は全部、私が英語間違っても、みんななんか、そこで笑うっていうよりは、そこよりも文章で笑うみたいな。もうみんな、あの、み取って笑ってたんだけど、LA の人は、ちょっと英語見すると笑います。<laughs> え、怖いです。<laughs> 別にディスってないよ LA の人たちは全くディスってないからね。<laughs> えー、どっかで、えー、ニューヨークに住んでる裏切り者だっていうスタンスとあとちょっとあの英語変な英語喋ると、えー、笑われるという、えー、ことが起きましたけどもでもすごくあのハッピーで楽しくで結構ポッドキャストのゲストとかでも LA の人がそう多くてでその L ポッドキャストのゲストで来た人たちも見に来てくれたりとかあとは結構もう下ネタとか、まあ、いろんなさ あのことですっごい盛り上がったし、なんなら LA の方はハワイから、ハワイからこのライブ見に来たんですつっ,ってハワイから LA に来て、このライブ見に来てくれた人たちとか、なんか熱がすごかった。あと全員ギャルいい加減にしてくれニューヨークはさ、みんななんか、ああって感じなんだけど、もう LA に住んでる日本人もアメリカ人も全員ギャルえ、なんかウケるねみたいな感じだもん、みんな。 どうしてみんなすごいのよ。え、ウケるね。笑っちゃった。キャラキャラキャラ。みたいな感じなわけ。さすがです。LA のギャルには勝てません。はは <laughs> 文法間違えてる。<laughs> みたいな。いや、こんなあの、ディスってないよ。全くディスってない。で、今はも例え話だから、そんなんじゃないけど、なんかこう、本当にこう、なん、なんていうんだろう。ゆったり、 イやーって感じのいいバイブスで毎日生きてんだろうなって結構ニューヨークってみんなセカセカしてるからさそれうとうは違っていいバイブスでやってんだろうなっていう感じでしたアメリカコーダ組多いのあああええ、わかります。あちょっと待って止まっちゃってないあまだちょっと画面が再読み込みってなっちゃったけど大丈夫だよねみんな大丈夫だよねうん。 ごめんなさいねえ倖、ー、田組まみれということで<笑><笑>基本倖田組まみれだねはい基本倖田組まみれということで一旦ここでハッスルタイムいきます、はあ皆さんこのハッスルタイムはですね初めての方もいるかもしんない y ここでここでこのタイムハッスルタイムで「いいね」を押すんだみんなで「いいね」を押してほしい初めて見る人びっくりだびっくりびっくりびっくりコキマロ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 へへマロいいねを押していいねを押して,いい押してチャンネル登録もよろしくあとさインスタもさインスタもフォローしてくれたら嬉しいなって思ってるよね今のところさ楽しいと思ったらさ「いいね」を押してよ えー、お疲れ様でした皆さん、えー、久々の、えー、ハッスルタイムでしたが、えー、耐えられませんあの共感性恥なんとかです今あれ今なだに読めたことないんだけど、えー、共感性恥なんとかです今自分でやってて鬼恥ずかしいですうにょ、えー、今の耐えられないぐらいきつかったです はいということでえ大丈夫かなカメラもあーちょっと熱くなってきてるかなちょっとじゃあ一発ここでえ今どれくらい経ったちなみに50分ぐらいか50分ぐらいあ,ありがとうみんないいね押してくれてありがとうありがとうございます50分で経ちましたかちょっと餃子焼こうかなまだ もうちょっと喋りますかあと,1時あと10分ぐらいでいけると思うけどまあちょっとそんな感じであのツアー終わりまして、まあ、そんな感じでツアーが終わりまして、えー7月えー、と LA を最後に、えー、ツアーが終わってでそこからニューヨーク戻って2日間ぐらい戻ってそこからすぐ台湾に行きました。 で台湾に1週間ぐらい過ごしてでそこからニューヨーク戻って2日後に、えー、イタリア行ってでイタリアからパリ行ってパリからニューヨーク戻って1日だけニューヨーク戻ってその後日本戻って、えー、収録やってその後1ヶ月間台湾って感じだったからほとんどもうニューヨークにいなかったのよなので、まあ、ちょっとねそれ以降のお話もこの後していきたいんですが、まあ、ツアーがさ ツアーが本当にいい経験になったから、これね、後日、実は今ね、YouTube も全部それ撮ってるんですよ。なんで、それも映像を今編集しててぼ、莫大な量の情報量なんで、それちょっとあの、今お手伝いしてもらってて、あの、やっています。それ編集してもらってます。で、プラスして、インスタとかの方にも、まあ、その映像を流していけたらいいなと思ってるんで、そこもぜひぜひチェックお願いします。あと、そっか、そのツアー中にインスタも1000万人行ったんですよ、フォロワーが。ありがとう、みんな 嬉しいのですなので、あのー、それのい1000万記念の,ちょっとゆあのグッズとかも作ろうみたいな話をその時ちょっとしてたから、なので、その、ね、こととかもいろいろ考えていけたらいいなと思って、ありがとうみんなのおかげでもう全然更新しないわけですよ、トータルもう11年ぐらいやってるんだけど、11年ぐらいやってて、でこれであんまり更新してない中でも。 中でもめちゃくちゃまあいい感じにあのフォロワーも伸びていってありがたいなと思っていますので今ね見てくださってる皆さんであのまだフォローしてないよっていう方はフォローしていただけたら嬉しいです、えー、意外と今年頑張ってたと思わない前からフォローしてくれてる人からしたら意外と今年頑張ってたよねおととしとかしおととししおととしっていうの <laughs> え、おととしの前はしおととしっていう ねえ、しおととしっていうのかどうかだけ教えてえ、しおととしって言うしおととしって言わないよ。え、しおととし言わない。あ、先おとしっていうんだ。先おとし ?2021 年のことを先おとしっていうんだ。えー、知らなかった。 しお、えー、ととしでお願いします。えー、しおととし、何の話してたんだっけしおととし、何しようとしちゃったの、私今。しおととしが何しおととしということで、え、<laughs> え、何話そうと思ったか忘れちゃった。ねえ、しおととしに何しようとしたか、何の話しようとしたか忘れちゃった。あ、インスタ更新品のね、あ、そう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 。えー、 36歳ですちょっとずつ記憶が <laughs> インスタの更新しうととし見てまあほに年間多分6個ぐらいしか更新してなかったんじゃない <laughs> ストーリーはめっちゃ更新してたけどねだから2000年2019年とか結構やばかったと思うでも今年結構更新したからねそれでもまだね載せきれてないのが多いのよ今年日本にもちょこちょこ仕事で帰らせてもらったりとかしててその時とかも結構 みんな芸人とかとめっちゃご飯行ってたんだけどその写真とかもあんまり載せてなくてそのうのとかもねちょっとこの12月中に怒涛に載せていこうかなと思ってるんでまだフォローしてないよっていう方はぜひフォローしていただけたら嬉しいです。ああ先おとしねおととしねえ ?2020 え去年おととし先おととしってことね2000年2020年のことを先おと去年が2022 一昨年が2021で2020が先落としね OK えかかと落としっていうコメントを送るのやめてくださいはい1人でふざけないでくださいはいありがとうございますさあということで1時間まもなくたとうと思っているのでここでカメラとあとね今日ねちょっと照明もぶっ壊れちゃってて今電池でやってるのよ だから電池もちょっと変えながらやっていきたいと思いますので、えー、今から、えー、10分ぐらいの休憩をいただいて、まあ、15分ぐらいいただいてもいいごめん15分ぐらいの休憩をいただきたいと思います、えー、なので30分ですね9時半9時半に、えー、皆さんまた集まっていただけたら今から餃子焼いてくるんで餃子を焼いてそして、えー、準備してきますので9時半に。 お待ちしてます。じゃあ、また後ほど。帰ってきてね。バイバイ。えー、っと。これです。 ただいま。<laughs> ということで、えー、お待たせしました。えー、餃子焼いてきましたじゃあみんなに焼いた餃子見せようかな。ということで、えー、お待たせしましたごめんなさい <laughs>、えー、ごめんなさい、えー、携帯の方が再生されてしまいました <laughs> じゃあ餃子焼けたよ <laughs> しんろ鬼しろ はい焼けたよこんな感じあ,あ見えるかなにょ <laughs> もうちょっと焼いてもよかったかなっていう感じですけども、えー、焦がしたくなかったので、えー、これぐらいにしておきましたはいこんな感じあそういえばこっちにもね実はね今日カメラ2つ用意してるんですよちょっとそっちでもこっちがねアップなんだよね 電源入れてみるかこっちねアップだからねこっちで餃子見せるわシルローこっちのカメラちょ2か目今映ってるシルロー白飛びしてるわ白飛びのすけ もう何にも見えないじゃん。<laughs> 何これお餅焼いたお餅な何にも見えない。ちょっと待ってね、一回こうしてこうしたらいける一回こうしてこうしたらいけないねえ。失礼いたしました。こっちの方が全然いいね、まだ。はい。こんな感じです。じゃあ。 いただいていきたいと思いまーす。食べよう。餃子。<laughs> いただきまーす。私ね、あのちょっと中味濃いめにしてるから醤油つけないタイプでいきます。うん。うまっ。うん、まっ。 えやっぱり最高シャキシャキ野菜が味もちょうどいいえパリパリ聞こえるうまのちょっと野菜多めが好きなんだよね ASMR やるま、結構ニンニク効いてるわいきますちょっとマイクの音あげようかなマイクの音最大にしますこれでどう今 ASMR 風になってるどうですか ASMR 風で今から餃子を食べたいと思う今はあじゃあちょっとサクサクっぽいやつにするわいくよバンされないこれ大丈夫今 行くよって言って今から口の中に餃子を入れようとしたんだけど大丈夫だよね。うん。これはただ、美味しい餃子を食べるだけの映像です。うん。じゃあ行くよ。 音聞こえる <laughs> 鼻息がうるさくて聞こえないってコメント <laughs> 鼻息の方がうるさくて聞こえない いまいちで草とかちょっと待ってちょっと待って次は鼻息を抑えていくね息止めるね息止めてやるね もうダメだ餃子がもうしっとりしてるわマイクの音戻すね <laughs>、うん、<laughs> あああこれぐらいにしとこうパリパリじゃなくて「ネチョネチョって聞こえた」とか <laughs> いい加減にしてよえうまいめっちゃうまい !You know? しんろな何これ走馬灯しんろ にんにく結構入れたからなんか強め味がでも不思議だよね毎回味が違うんだから私が作る餃子なぜなら適当だから調味料えっうまい、うん りょうかさ、前回の生配信覚えてるみんな。私、やっぱりさ、いっつも壊れるのよ、こうやってカメラが壊れる、映像が壊れる、もうマイクも壊れるとか、いろんなことがね、初めての生配信からずっとそうなの、実は。最初から追っかけてくれてる人たちは分かると思うけど、急に画面が白黒になったりとか。 で新しい機材をこうやって揃えても絶対こうなるわけ。なんでなんだろうと思ったの。今回あのあ。前回。初めて言ったの。初めて生配信で、まあ、今回の生配信の感想をツイッター、Twitter? 今でいう X に「ハッシュタグナミクラブ」でつぶやこうよってでみんなもいいねみたいなやったことないねみたいなそれでトレンド目指そうとか言って。 言った瞬間に、えー、ツイッターがあの壊れて2日ぐらい誰もつぶやけないっていうだからさ私が言った機械系は全部壊れるんです怖くない自分が触ってる機械がさどうにか壊れちゃうのは分かるけどさ自分が発信発したさ初めて言ったんだよツイッターでトレンド目指そうよみんなでやろうやろうとか言ってつぶやいてくださいっつってその直後 ツイッターが固まって動かないっつって、いう事件が起きたのよ。やばくない歩く死神なんだけど、機械死神。そういうことがあったんで、今回はあのー、言わなかったの、言わなかったんだけど、<laughs> まあ、スタッフさんと喋ってって、つぶやいてもらおうっつって、さっきコメントで、スタッフさんからコメントの方でね、「ハッシュタグカタカナでナオミクラブ」と書いてやってくださいっつって。言てたんで、ね、もしよかったら。 やってくださいあとさ今ちょっとこんなもの見つけたんだけどさ蓋を取ったのこっちの2か目のね蓋を取ったらなんか1個さこれついてきちゃったんだけどさこれって関係あると思うだから白いのかなちょっとこれつけてみていいもしかしたらこれが重要だったのかも。 あ、真っ暗だ関係,なかった <laughs> 関係なかったわかったわ。2つになったこれつけたらさなんか黒いじゃんこれつけたら色戻るかなこれいけんじゃないじゃやってみるわこれじゃない おこれだ色戻ったピンと合ってるえ戻ったこれ取っちゃいけなかったんだでこれつけたら真っ暗になっちゃうんだねあよかったよかったすいませんこれお借りしてるものなんですがあよかった直りましたちょっとねこの後もこれズームもできるから あここまでか。これでズームでさ、餃子食べれる。うん、いい感じだ。ちょっと今後二日目も使っていきましょう。 真っ暗になっちゃうというか、え画質すごくいいです。え画質綺麗すぎワロタ、笑ったはえマジこれもでも綺麗じゃないこっちの方がいいカメラなのよ。こっちもう一回、2目いくどう鼻くそチェックするのやめて。あもう意識しちゃって、もう撮れない、この手。ああ あーあ恥ずかしい大丈夫あこれ画質綺麗そうなのここにほくろが2つあんのよあこれいいねまあ2カメ別にする必要はないんだけどありがとうちょっとここで餃子食べて。 ごちそうさまでしたえニューヨークはね今8時前なんですよ朝のえー、餃子ョ結構強めです <laughs> 今日なんでこんなに事故多いんだろうマジでなんで今日こんなに事故多いと思う 朝から餃子しかもにんにくたっぷりいやマジそれなテーブル広そうとかいや意外と狭いですここパソコンエリアなんでめっちゃ狭いですちょっとごめんなさいお,お葉のチェックさせてもらいます 高額 <laughs> すぎて逃げる場所な <laughs> そここに隠れてマイクにちょっと歯をね隠してはいちょっとお茶飲ませてもらえます はい、OK、ですどんな配信ちょ新しいお茶持ってきたあやたか売ってるの売ってる売ってる売,れる,売るようになってた23年ぐらい前まではなかったんだよねあやたかニューヨークにでも日本のスーパーにも入るようになってあやたかな大好きなんで。 じゃあ今年のね2023年の話ということでもう1個大きい話、まあ、そのアメリカでちょこちょこ仕事させてもらってる話は、まあ、インスタとかでも載せてるんであれなんですけど、まあ、今回、あのまあ、一番、ね、みんなから多かったのがインスタで載せてたその台湾の映画台湾の映画の話ちょっとさせてもらってもいい台湾の映画もうね まあ、いろんなことがあったんだけどめっちゃ楽しかったで、まあ、あのインスタの方でもリールにまとめて動画にしてさちょっと載せ,て載せてたりとかするんだけど、まあ、みんなもちろん中国語とか台湾語とかおしゃべるけども英語で基本会話するのよでみんなさ日本語全くしゃべれない人もいればちょっとしゃべれる人もいるみたいなで5人ぐらい演者さんがいてその5人でみんなでこうずっと山の中に1ヶ月こもるわけ。 山の中に1ヶ月こもってそこでめちゃくちゃ、まあ、セリフを覚えたりとか、まあ、半分日本語半分中国語なんだけどを覚えるわけでそれで1ヶ月山奥に住むんだけど初めてだから台湾の山奥に行くのがで演者さんももう,もう本読みの時点ですっごい仲良くなってで私の相手役のジャスパーさんチェックチェックして。 めちゃくちゃイケメンの私の一個上のもうイケメンのもう台湾の名だたるラブラブストーリーのドラマ映画の主役やってきてますで私もさ分かんなかったからさ調べたのよそのどういう感じの方なんだろうと思ってどういう立ち位置の方なんだろうと思ってさ調べたら台湾国民の彼氏っていう異名がついてるのよジャスパー大先生 それが私の相手役の人で,で主人公の女の子がエスターっていう女の子でエスターとで監督主演を務めているスーダさんっていうスーダさんがもう脚本も書いてるのすごい才能じゃない自分でも演技して韓国でもやあ監督もやって脚本も書いてだから脚本もすごいその場その場でどんどん変わってくるし、まあ、脚本もやったりとかでもう一人サキヌっていう。 ま、芸人さん、私俳優さんかと思ったら芸人さんだったんだけど、向こうのテレビでも MC、番組、バラエティーもやってる、歌もうまい、で、ああいうドラマとか映画にも出る、面白俳優をや、もやっているさキュさん。このメンバーで、あの、今回やったんだけど、もう最終的にもう大親友ぐらい仲良くなってみんな。本当に。こんな1ヶ月で、まあ、愛情がすごい深い方々っていうのと、すっごい優しいっていうのもあって、最終的にすっごい仲良くなったのよ。 でもう5人で1つみたいなで、まあ、監督はまあ結構忙しいその自分のシーンじゃないところの時はさうちらは休憩してたりとかしてみんなでしゃべるけどその間監督しなきゃいけないからコミュニケーションを密に取ってたかって言ったらそこまでなんだけどほ、まあ、他のメンバーと比べたらねでも監督もすっごい面白い人で,で脚本もすごい面白くて一応内容がホラーコメディっていう内容なのよ台湾のホラーコメディとかマジキョンシー以来やん <laughs> そうなんだけど やっぱね大事だなと思ったのみんなこれだけは私は今年考えもう絶対にそうだと思った今年のすべては言語じゃないのよ言語が完璧でも性格がひねくれてたらひねくれるのは伝わる <You know? S 1> どんだけその現地の言葉が喋れたとしても性格がひねくれてたらだめなんです <You know? S 1> 片言でもハートは伝わりますっていうことをねすっごい勉強になったのだから そのサキヌっていう芸人のおじさん、サキヌとジャスパーは日本語がちょっと喋れるのね、だからそこでコミュニケーション取れる、まあ、後半は英語の方がもうコミュニケーション取りやすかったから、英語でバーっとかで喋ってたけど、あの相手あの親友役の,そのエスターっていう女の子と監督はほぼ日本語が喋れないのね、だから英語と中国語で、エスターは英語もそこまで超ペラペラってわけじゃないから、もう本当になんていうのもう本当にこういう感じで喋ってるわけ、あ、う、いやみたいな。それでも お互いのその優しさとかさ、思いやりとか、その日頃の行動とかで、you know? いい感じになったのよ。仲良くなって、で、まあ、先にはめっちゃ優しくて、ま、もう最初から話がめっちゃあって、やっぱ芸人同士で言葉が通じなくても、お互い片言の私も片言しか中国語喋れないし、向こうも片言の日本語だけど、なんていうタイミングとか、その笑いのツボが一緒だから、めちゃくちゃ。 もうわけもう最高みたいな感じになるわけ。で、それでめっちゃ仲良くなって、で、まあ、エスターもそうだし、でジャスパーも、まあ、すごい、なんか、変な人じゃないじゃん、ジャスパー、うちらみたいな芸人みたいなさ、あーとか言ってしゃべるわけじゃないから、あれだけど、ジャスパーも、すっごいこう笑,笑って、なんかコミュニケーション取ったりとか、あと、英語でコミュニケーション取って、で、めっちゃいい人でさ、いい人、エピソード喋っていいこれ聞いたら、多分みんな、 ギュンってなると思う <laughs> えみたいな まあ、私の誕生日があったのよ、誕生日がちょうど撮影の日で台湾で,すで山奥の中でさもう山奥の中で生活してて、台北市っていうところがあるんだけど、台北市が一番の、まあ、首都で、その台北市まで片道で車で4時間なの,その、その方法しかないの、電車とかもないから、そこに行くまで、4時間ずっとこう山道、だから休みがあっても、台北に帰れないわけ、休み1日ってなって4時間、帰りもまた4時間で8時間、で、この撮影もね、毎朝、朝3時起きとかなの。 3時起きでそこからもうシュートみたいな感じ、あの、撮影とかだったから、毎朝すっごい早かったの。だから、1日休みがあっても台北に帰れないから、もう1ヶ月、丸々山にこもってたのねで。で、私が今回1ヶ月、私がいる間に私のシーンだけ撮ろうって感じだったから、私がほぼあんま休みがなかったのよ。で、みんな、まあ、台北に戻るじゃん。で、戻るときにね、ジャスパーが、 ななんか好きなお酒ってあるのとか言ってで私普段あまりお酒飲んだりとかしないけどウイスキー好きだよみたいなあそうなんだウイスキー何が好きなのみたいないや、別に何でもみたいな、えー、好きなやつ教えてよとか言ってあなんか響好きだよみたいなまあ高いけどねみたいなあ響ねみたいな俺のお父さんは好きだっつって分かったって言ってでジャスパーは2日間だけ仕事で台北に帰ってたんだけど戻ってきてはい、直美っつって響買ってきてくれたのよ。台北に売っっててるるとこ知ってるからはいいみたいな でこれはなおみ用のやつだから他の人にあげちゃだめだよみたいな他のみんなの分も買ってあるからみたいな「なおみがいっぱい飲んで」みたいな「優しい」「いいんですか」っつってで「あの先の先のおじさん」「先のおじさんはもう1ヶ月正直ねもうレストランもないわけ山の中にレストランもほぼないでコンビニまで歩いて1時間とかもうだからもう自由にないのよでほとんど朝昼晩全部ロケ弁 しか食べれないわけ夜ご飯も自分が休みの日でもロケ弁なの要は食べるところがないからでみんなが撮影してる時の弁当を食べるそれしか食べれないからねで言ってもサラダも食べれないしもちろんそのお弁当だからさ毎日お弁当朝昼晩って美味しいよ台湾料理でめっちゃ美味しいけどやっぱりさ料理したいやんで私が泊まってる民宿がそういうキッチンとかがないからさしかも買いに行くスーパーももちろんないからほにょーってなってたのぬがさ 俺たちのとこ民宿来いよっ,つってそこにはキッチンがあるので先に料理がすごい好きで直美のために作ってやるよっ,つってあったかいスープとかピザ作ってくれたりとかいろんなの作ってくれてでそれもえこれどこで調達してきたのって言ったらセブンイレブンが近くにあってセブンの食材を使って調味料使って全部作ったよみたいなでもちろん私だけじゃなくてみんなにそのお弁当じゃなくってあったかいご飯食べさせてあげるよっ,つってで自分は食べないでずっと作ってくれててさそんなことある でまた他の別日もさその原住民の方々がたくさんその山に住んでるんだけど、まあ、エスターが前にも撮影した時にそのみんなと仲良くなったからっ,つってみんなで一緒に行こうっ,つって原住民の人の家に行ってエスターが料理作ってくれてもう美味しい鳥のさもうこんな煮たやつもうめっちゃ蒸したやつとかめっちゃ美味しいやつ出してくれたから弁当以外にも食事に困ってるだろうっていうのでいっぱいみんな料理作ってくれて。 マージャン教えてくれたりとかこれまたちょっと違うけどでねもっとぎゅんってなる話していいもうこれはそんなことあるんだと思ったんだけどまあみんなで楽しくやって私はもう笑かすことしかできないですからだからまあ現場でもう下ネタ言って下ネタばっかりでみんなでふざけてでちょっとずつやっぱさ台湾語とか中国語覚え始めるからまあそういう言葉とか単語とかでさわーっと言って笑かしたりとかするようになるわけよでバーってなってでやっぱホラーコメディですから まあその私のインスタ見てたらわかると思うけど、ずっと笑ってるやんって感じだったでしょ撮影現場もみんな笑ってたやんって感じだったんだけど、やっぱ後半はさ、激しいシーンが出てくるのよ。You know? 激しいシーンも出てきて、私の,そのアクションシーンみたいなで。結構そのアクションシーンが結構大変だったのね。で、みんながさ、もう、演者、スタッフさんもめっちゃみんな優しかったんだけど、スタッフさんだけじゃなくて演者もみんなこう、私のことをこフォローするみたいな。大丈夫みたいな。 体大丈夫怪我してない「ありがとう大丈夫大丈夫」とか言ってで意外と大丈夫だったから「うん大丈夫大丈夫」とか言ってでゴロンゴロンとかとなってたんだけどさすがにやっぱり何回も転がったりとか結構大変だったからちょっと疲れてで下に床に床っていうかその山の中でうわーっつってもう泥まみれになるみたいなシーンだったか、まあそのちょっと確認しますって言ってる間も椅子に座らずに、まあ、そのまま、まあ、寝たままっていうか寝て起きて。まあゆ あの土に座っっったたままこうやてててメイク直しとかしてもらってたのよでなんかこの泥あのいっぱいつきすぎた泥とかこう取ってもらったりとかしてバーとか言って座ってたのねでみんなが「あ椅子あるよ」とかって「あ大丈夫大丈夫」みたいな多分すぐもまた取るかなみたいな感じでこうやって座ってたら後ろにさスッて何かが何かがポンってきたのよ。えって思ったらジャスパーと咲ヌが無言で。 同じように向こうを向いて座って私に背中ピタッとつけて私がよっかかれるように二人とも無言でプッて座ってで私に何も言わないんだよよっかかったりとかじゃなくて向こうがぐってこう背中をさ当ててきてさで自分たちがその私がちょっとこう後ろにこうよっかかれるようにあの私のことを支えられるようにって二人でプンって座って無言でよ何も言わずにそんなことある ねえっみたいな私もなんか何だろうと思ったらグッて来て二人がその背中でグッと押してくれて私がこうやってよかかってえみたいなそれとかもなん,なんていうのなんて言ってか分かんないあみたいなで,でも二人とも別に気にせずにずっと草こうっていじったりとかしたんだけどなんかべえとか言ってそんな優しさある自分たちだってめっちゃ大変なのにその日私よりも長く撮影してるからなのに まあ大変だろうっていうので背もたれになってくれたんだよ。ぎゅんいい人たちです、本当に。こういう仲間に恵まれて二人がかりなんだとか言っていや、これ聞いて違うの、一番最初はジャスパーが座ったのよ。で、4日かけてたの、こっちに。 でサキヌが、あみたいな感じでサキヌも来てみたいな感じで2人でいたんだけどこの2人がすごくてさ例えば山登る現場とかもあるわけもう山の上ですみたいなもう泥まみれの山とかもうロープ使って上にさグーッとか言って登っていく時ももう絶対にサキヌは後ろで私の腰を押さえて滑らないようにずっと支えながら大丈夫大丈夫とか言っ,て言ってくれたりとかあとそのジャスパーもジャスパーも逆にこう降りるときも,もう腰にこう。 「大丈夫?」みたいな「でいやいや私滑ったらやばいよ怪我するよ」とか言って「も大丈夫私筋肉だから」とか言って「いや意味がわからない私筋肉だから」もちょっとよくわからないけどでも、まあ、私向きあ私力あるから大丈夫ってことを言いたかったんだろうけど「あ筋肉だから」とか言って「あ,ありがとう」みたいなわとか言って。 ほしたら監督がさ、上から降りてきてさ、監督がめっちゃ天真爛漫な人なの。もうみんなから愛される、いつも笑ってる人でさ、ナオミーとか言ってロープからさ、ザーッとかって滑ってきてさ、私の足にゴーンとか言って滑って、私もバーンとか言ってロープ離してさ、そのまま、ズルズルーとか言って二人で行ってさ、<laughs> そしたらジャスパーが、何やってんだよとか言って、監督に、はい、わかりましたとかって普段言ってるキャラなのに、何やってんだよみたいな。<laughs> 自分が支えてこうやって,言ってたのにさ、そのせいでもうみんな怪我しそうになってさ。<laughs> っていう事件もありながらもうエスターもそう、エスターももう、ナオミとか言って引っ張ってくるもう、こんなお兄ちゃん、お姉ちゃんに恵まれることあるっていう、優しかったです、監督以外、失礼、監督はずっと、え、ナオミとか言って、ずーっとこうやって滑ってきた、危ない、危ないみたいな、そう、だからそんなみんなとね、離れるのは、やっぱちょっと寂しかったよね、なんかこう、いい仲間たちに出会えたっていうさ、 で一緒に夜ご飯食べたりとかさ麻雀教えてもらったりとかで特にサキヌはやっぱりすごいこう愛情深い人というかでご結婚されてて奥さんと私誕生日近かったのよで奥さんの誕生日の日もテレビ電話で「なんかおめでとう」みたいな「山の中だけど愛してるよ」みたいなでお子さん二人いて「お子さんにも愛してるよ」とか言ってでみんな「俺の可愛い奥さんだよ」みたいな感じでやってんのとかもうキュンとしちゃってさそれにキュンわかりんがあと 奥さんも子供たちも家族も大事にしててさらに仕事仲間みんなも大事にしててで朝から晩までずっと喋ってるみんなずっと笑ってるすっごい人だなと思ったこういう大人になりたいなと思ったみんなを大事にしてるやっぱ家族とか大事な人も,もちゃんとしっかり大事にできる人って憧れるよね私は結構こう仕事ってなったら仕事ってなっちゃうからさあれなんだけどやっぱちゃんとしっかり愛情深い人で 私なんかそれでこれねみんな共感してくれると思うんだけど基本私海外とか行ったら1日1食は和食なの食べるのはニューヨークもまあ和食屋さん行ったりとかあとはまあスーパーもいっぱいあるから和食のだから自分で買ってまあ朝とか昼とか自分で作って食べるとかって必ず1日1食まあ3日4日和食食べないが最長かなって感じだったんだけど台湾の台北市にはねた たくさん日本のレストランがいっぱいあるのモスバーガーももちろんあるしスシ、まあ、ローとか、まあ、日本の他にも個人でやってる和食屋さんもあるし、まあ、いろんな日本にもある和食のお店とかいっぱいあるわけでだからこうライスバーガー食べれたりとかさなんかお寿司食べれたりとか言ってできるんだけどし今まで台湾に行って和食1回も食べたことないの台湾料理めっちゃおいしいし、まあ、台湾に旅行行って。 まあ日本食食べるのもなって思いながらいつも台湾料理しか食べてこなかったんだけど今回、山の中だからただでさえ台湾料理のレストランもないもちろん和食もない和食のレストランも和食のもうスーパーもありません1つも和食食べれなかった1ヶ月めっちゃしんどくてさマジできつかったもう本当にちょっと発狂寸前というかマネージャーも来てたんだけどマネージャーももう, <laughs> みたいなもう発狂寸前 <laughs>。 ああ醤油舐めたいみたいな <laughs> 味噌汁飲みた,みたいみたいな感じになって,て私も台湾料理美味しいんだよ朝昼晩もうみんなが作ってくれても全部美味しいんだけどやっぱ和食食べれないときついなってなってそれで終わって私だけ終わったんだけどもうすぐ台北に戻ってマネージャーと一緒にスシロー行ったのよスシローもサーモン祭りとからもサーモンみんなで一口目食べた時にもう本当んと泣きそうになって。 和食、寿司最高みたいな感じになったのよ。でそっから寿司食べ終わって外でちょっとくっちゃべてたの3人でねマネージャーと3人でバーッとしゃべってたらマネージャーがこう2人いてねで私がこうやってしゃべっててバーっとしゃべってたらさ後ろからさパーカーを着たもうフードかぶってマスクした背が高い男が遠くから走ってきたのこっちに。明らかにもうなんていうのこういう感じじゃなくってもうこっちめがけて。 来たわけで私もうその時点で「あっやばい終わった死んだ」と思ったのマジででも2人は喋ってんのマネージャー2人は「なんでこうでしたよねこうでしたよね」とか言って「わ」とか言っててで私もうそれ入ってないが2人喋ってるのが入ってなくてさもうわーって喋ってるんだけど「あっやばい死んだわやっぱ男こっちに走ってきてる」っつって「ぶわーって言ってううー」みたいな何ていうのそのテケテケじゃないけどさ <laughs> その妖怪みたいな感じでさ っって走ってきて、走きあ、終わった終わったヒャーって言ったのそしたら二人もヒャーって言ってそしたらジャスパーだったんだよねこ誰わそんなことするのタラーとか言って帽子とさマスク取ってタラー俺も実は今台北着いたんだとか言ってうん怖い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 あのタラーって言われてもなんかなんだとならないあの本気で怖いから あの異国の地でやられるのめっちゃ怖いのよ。台湾というさ、土地でさ。<laughs> で、マネージャー2人も日本語しか喋れない。で、私がまあ英,語英語とあの中国語、台湾語がちょっと喋れる。で、私がまあ通訳やったりとかする。だけど、そこまで土地感わかんないから、あ、もう終わったと思ったのよ。たらーじゃないのよ。ジャスパーも俺もちょうど今日終わってさ、今着いたんだよみたいな、寿司食ったんだやっぱりとか言って、うん、続けないで話。謝って、みたいな。 そんなこと言ってないけどね、だからジャスパーはすごい明るくて、面白い人なあの、イケメンなんだけど、すごい明るくて、なんか天然っていうか、面白いっていうか、バーとか言って、でもびっくりしたみたいな、いやなんかさーとか言って、パーって通ったら、あれみたいな、ナオミ、スシロー行くって言ってたから、スシローまさかいるかなと思って、ナオミやんってなって、で最初車、車止めて、車の中から盗撮して送ろうと思ったんだって、だけど、え、これ、キモすぎない、この行動って思ったから、会いに来たとか言ってで、わざわざありがとうみたいな。で え明日帰るんでしょってそう明日帰るみたいなそうなんだみたいなでこのあとどうすんのみたいなちょっとまあ夜市寄ってこうかなと思ってんだよねとか言ってえー、じゃあ楽しんでねとか言って、まあ、バイバイとか言ってジャスパーパーっていなくなったのよでそっからまたうちはしゃべってて街って怖かったよなみたいな心臓止まるかと思ったよねマジやばかったねっていう話をしてたのそしたらさなんか5分ぐらい経ってからジャスパーがまた来たのよああみたいな感じで どうしたのとか言ったら「いやもしせっかくだったら俺車で来てるし夜市まで送ってこうか」とか言って「えマジ?」っつって「え優しいえいいの?」とか言って「でいいよ」みたいなで、めっちゃ優しいのよジャスパーってあの運転がすごい好きみたいでだからその4時間の山道とかも楽しいんだって自分で運転するのがだからマネージャーさんが何回も私が運転するって言っても大丈夫よとか言って全部自分が運転してで車がないスタッフさんとかで台北に戻りたい人に「乗っていいよ」っつって。まあ なんかその車に乗させて運転するんだってだから全然いいよみたいなもうその夜市ぐらいみたいなえいいのみたいなでもジャスパー人気者だからその夜市とかうろちょろして大丈夫さ大丈夫大丈夫みたいな行こう行こうみたいな感じで言ってくれてえー、みたいな何と思ってでそっからジャスパー車乗ってさでなんかレゲエが好きだからなんかレゲエとかさいろんな顔ピアノ系の音楽とかかけるわけ「音楽これでいい?」みたいな「あ全然いいよ」みたいな感じでパーとかでかけてさ「じゃあ行くね」とか言ってでなんか あのマニュアルだったの車がガンガンガンみたいな感じでそれにキュン <laughs> マニュアルなんだみたいな今の、ね、方々は別にピンとこないかもしれないけど私たちの世代ってやっぱまだやっぱ古い人間ですからマニュアル乗ってんだっていうのでキュンとしない分かる <laughs> いいんだよオートマもう免許持って別に別にね 免許持ってようが、持ってなかろうが別にいいの。私が持ってればいいのもん、ん私が運転すればいい。別に運転できない、できるとかで、別に何とも思わないし、別にマニュアルなのがオートマな何でもいい。別にそれで判断はしてない。けど、マニュアルなんだっていうの。<laughs> <laughs> え、わかりんがはハットみんな。あ、結構、わかる別にさ、マニュアル <laughs>。 そうなのよだからさ別にいいんだよマニュアルじゃなくてもじゃなくても別に運転してくれてありがとうが全然いいんだけど行くねとか言ってガン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 ブみたいな感じだったえみたいなマニュアルの運転の人の横に今私座ってるみたいなで今まではさもちろんさなんか仲間みたいなも,うもちろんイケメンだよイケメンですさもう本当に優しいしさあれだけど何ていうの仲間っていうのが強かったんだけどそのマニュアルのガンガンガンってなんかあやばいみたいな。 ちょっと見ないでおこうみたいな。だから外ずっと見てた <laughs>。え、わかるうちの旦那マニュアル乗ってるかっこいいっ,ってそうなんだよね。もちろん今は別,別にいいんだよ。どっちでも。別に私は今なんかマニュアルじゃないと男として見てないとかそういうのじゃない。全くそういうのじゃなくて、あの不覚にもマニュアルを運転しているということにえキュンとしてしまった36歳の秋。 びっっくりしちゃったあ、マニュアルってこんなにダメージ強いんだと思ってわかるぐぐんぐんぐん別に向こうは普通にさ別にかっこつけてるわけでもないじゃん別に「じゃ行くね」みたいな感じで夜市まで送ってってくれてるだけなのにさ一人でなんか「わーみたいな感じなマニュアルやばい。 あ、キあ、やばい、外を見とこう、ずっと外を見とこう、みたいな。でも音も聞こえてくるけぐ,んぐ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 んみたいな。やっぱ乗り心地も違う、なんかね、心なしか違ったよ、マニュアルの車。で私もマニュアル撮りたかった人だったから、まあ、そこへの憧れもあるけど、わか,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 かります興奮しとるやんとか言って。わ <laughs> かるなよ。だからもう、ジャスパー大先生はすごいですね、みんなにも優しくて。なんからね、常に優しい。 からすごいなって思いますけどね。で先ぬもまたその次の日ね、あの先ぬとエスターが。 あのテレビ電話してそれでエスターがマッサージ疲れてるからマッサージ行きなよとか言っていいマッサージ屋さんを紹介してくれたのでそのお金も大丈夫私が払うからとか言ってエスターがプレゼントしてくれて「なあ3ヶ月大変だったでしょ」とか言ってこれ台湾式のマッサージだからみたいなすっごいいいところのマッサージでマネージャー2人も一緒に3人で行ったんだけどその3人分全部エスターがおごってくれてさ「えー、みたいなで「今日飛行機でしょ?」みたいな「終わったら連絡絶対取り合おうね」とか言って「えー、エスターありがとう」みたいな「お姉ちゃん」と思うんだけど、えー、年齢3つ下です。 私よりも三つ下なんですけども、お、お姉ちゃんみたいな感じで。で、そしたら、エスターとサキヌはそのまま山に残ってるから、テレビ電話が来たの、二人から。ナオミーみたいな。はい、ハローみたいな。で、今から空港行くの空港だよみたいな。そしたらサキヌがなんか。 ふててされてなんで俺を置いて台北に戻ったんだとか言っていやいやもう私はもう日本帰んなきゃみたいなどうせそうやって俺たちのこと忘れるんだろうみたいな忘れないよとか言ってでエスターもナオミみたいな感じでバーって喋ってたのでそろそろ空港を着くみたいでうちらみんなあのマネージャー2人もすっごいみんなと仲良くなったかな言葉が通じなくてもやっぱ2人の性格の良さもすごい伝わってさみんな東浦って言うんだけど東に裏東浦って書いて なんか台湾ではなんかトンプーって言うらしいのでんかみんながトンプーとカトーと呼ばれててトンプーとカトと加藤もいるよみたいなあトンプー、カトみたいな絶対また会いに来てねあ、バイバイみたいなじゃあそろそろ電話切ろうかみたいな話してあそうだねとか言って言ったらなんか全然切らなくて、ね、そしたら先キが俺は切りたくないみたいな俺から切りたくないからさそっちから切ってくんないみたいなめっちゃかっこつけて言っててさ え <laughs> どんだけ <laughs> どんだけロマンチストやねんと思いながらめっちゃいい人これを別に私だけじゃないよみんなにそうだからね俺からは切りたくないみたいな直美から切ってよ俺から切ることはできない寂しすぎるみたいなで分かったっつってじゃあもう本当に、あのー、あれしなきゃいけないから切るねとか言ってでバイバーイって言ってパンって切ってでそこから まあ私は日本に帰って、まあ、チョコベさんの YouTube やって CM 撮影してで、まあ、韓国行ってで戻ってきて最初、私もニューヨークに戻る予定だったんだけど、まあ、大打ち上げ、全部の映画が終わるのは大打ち上げが11月の末にあるんだけどどうしますかって言われてあじゃあせっかくだったらもうちょっと滞在長くしていこうかって言ってついでに沖縄も行こうって言って沖縄に行ったんだけどなんか台湾のプロデューサーさんからその内緒にしてほしいって言われたの。その あれするのを大打ち上げに来るのを内緒にしてほしいって言って「分かりました」とか言ってでサプライズで登場してみたいなスタッフみんなスタッフみんなとも超仲良くやらせてもらってたのよスタッフみんなも「ナオミ来たー!」みたいな感じになって、ね、先にもうーわーみたいな感じになってでジャスパーもあってもみんな監督もそこですっごい喋って監督ももうすっごい私が終わった日もすっごい泣いててやっぱしんどかったみたいで監督自体もさやっぱり。 その監督しながらしかも激しいシーンその日すごく結構監督が激しいシーンだったからでゆっくりさ熱い人だからご飯食べる時も熱い話をしてたんだけどまあそれでも泣きながら本当に台湾の映画に出てくれてありがとうみたいな,なんか台湾に来てくれてありがとうとか言っていやもちろんみたいなうちら仲間じゃんみたいな感じぶりだったからめっちゃなんか愛えて嬉しかったしまあそこでもみんなとちょっと熱い話してで最後あの二次会でカラオケ行ってでまあスタッフさん 一人の,あのヘアメイク、スタイリスト全部をまとめてるなんか姉貴みたいな人がいるんだけどその人がもうやばくてさ酔っ払ったらさウイスキーのボトルをさみんなのところに徘徊してさはい3秒飲んでっていう謎のもうボトルごと3秒飲んでっていう3秒飲んで死に神お姉さんが出てくるわけそれでもういっぱい飲まされてまあどうにかすご楽しく過ごして終わったんだけど私にとってはこの台湾の映画もねもちろんすっごい内容も面白かったし楽しかったけどなんかこう。 異文化交流じゃないけど国の文化が違う中でだけどお笑いというものは同じ文化で同じことで笑い合って要はアドリブとかもさ自由に入れていいからアドリブとかも言ったりとかするわけよ。それれととかかもみんな笑ってくたたりとかしたら、あ 中国語でアドリブもいけるようになったかみたいなもちろん全然片言だよで別にそんなずば抜けて素晴らしいとかではないけどなんかそれをやれる勇気とかをすごいもらってそれは何でかって言ったらみんなが、まあ、日本から来たなおみを日本の文化の中で育ったなおみが台湾の文化の中であの戸惑わないように楽しくやれるようにって言ってすごいなんかいい空気感を作ってくれたからこそ楽しくできたけど。 まあこの映画は、ね、本当にどうなるかわかんないけど一応公開が2年後って言ったかな、まあ、そこでなんか公開されるみたいで今のところ、えー、と日本以外での公開です日本以外のアジアで公開です <laughs> 日本はまだ決まってないらしいなんで,でちなみにあの言葉は中国語と原住民の言葉と日本語がいっぱい多く含まれてるんでなのに、えー、日本ではまだ公開未定です。 でもみんなが見たいって言ってくれたら公開されるかもね日本なななぜぜんやでもできたらいいな中国語、まあ、ちょこ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 話せるようにはなったけどやっぱ発音がむずい「し」「し」「し」ししみたいな,なんか「し」みたいなやつだけでもちょっとイントネーションが違うだけでも意味変わってくるんだよね。 まあちょっとね映画は公開されないかもしれないけど、まあ、ちょっとそういうネットフリ的なところで公開されるかもしれませんね。さあ、え今日本が。あ間まもなく1時間になりそうなところですね。はい、ちょっとコメント見ていきましょう。ストーリー見てても仲の良さが伝わりましたとかって、ありがとう、これもね、結構あの、インスタの方でね、いろいろ載せたりとかしてたから。 やってましたネットフリとかで見れたらめちゃくちゃめちちゃくちゃ嬉しいよ。相変わらず声がいい。え、嬉しい。なんかどんどん低くなってんだけど声が。これさ、こ,れそうだこの話したかったんだ。なんかさ、あの今回 YouTube ライブを久々に生配信やるっていうことで、まあ、過去の YouTube ライブちょっと見てたんだけどなんかすごい再生回数が。 急にななんんか伸びててててる動画があっっだこれと思ってパッて見たのそしたらコメントで「いつも寝てる時にこの寝て寝落ちした時に最後にたどり着いてる動画これなんだけど」っていうのが私と吉村さんの誕生日の動画だったのねでみんな本当マジそれそれなーみたいな感じでいつも寝落ちした時の最終たどり着く動画おみちゃんの動画なんだよねとか言っておみちゃんの生配信とか言って言っててさ確かに。 っって思ったのがあの、私もそうなのね <laughs> 私もそうなの私も YouTube 見てて寝落ちして起きたらあの自分の生配信なのでみんなとまた違うよ、感情が自分の声で <laughs> って起きるんだからそのあっ、なみちゃんの生配信になってるとかじゃないから <laughs> かやだみたいなその夢の中で生配信してるみたいな気持ちになっちゃうのスイッチャーちゃうの仕事の。

なんか星を天体観測してるみたいなやつな1時間半ぐらいなんか星を天体観測してて一切音が流れないの一切,一切音が流れてなくてでもなんかノイズみたいな電気のノイズみたいなのがずーってなってるんだけどずっとなんか空に無数の星が映ってるなんか天体観測でわかるよみんなわ <laughs> かるよね <laughs> 私もとか言っていやマジそれだよね あれ一番タち悪いわ悪いっていうか別に向こうもそういう別に詐欺詐欺としてやってるわけじゃないのは分かってんだけどなんか音があるならまだあ寝てる時にパッと聞いてあっつって止めれるじゃんでもさずっとズーって音になっててさ天体観測2本目行ってる時あるからね音鳴ってないから気づかないでさずっとその天体観測のズーって音聞きながら寝てるから2本目行ってる時ある。 あの履歴見たときに、え私、天体観測の映像、2本連続で見てたみたいな、<laughs> あれよくないよ、それ見てないんだよね、マジとか言って、今度見てみたいとか言ってえ、見て見て、天体,天体観測好きがいるのよって言かるよ、自分から天体観測を見たくて、星を見たくて、星の動きをこうやって見たいなら全然いいのよ、違うのよ、安心する音なんかなっどうなんだろう。 でもただのノイズだよ、ズーズーズっていう。私は好きだけどとか、いや、あれだってさ、音で楽しむものじゃなくて見、見て楽しむものじゃん。寝てるからさ、見てないんだから楽しめないやん。星、天体観測目で見るものだからさ。でも、音はずっと雑音なんだよ、ズズズっていう。例えば星が流れる音だったらいいよ、シュン、シュンとかだったら、まあ、見なくても寝れるけど。 ずーしかないからさ深い眠り入れてないからねずー、はあ、中国語で渡辺奈美はドゥペンツーメイですドゥペンツーメイっていう名前でございますツーメイ奈美ってことです、はあ、あれちょっと待ってあ止まっちゃったホワイトノイズな気がするわからないわからないあのノイズの種類私もわかんないから ホワイトノイズな気がするとか言われても、すいません、わからないです。ずーなんで、こっちからしたら。んこれは、ホワイトノイズだな、じゃないのよ。わ <laughs> からないです。ピアノの位置変わった変わってないよ、ずっと。これ、運べないでしょ、このピアノ。運べないよ。ブラックノイズとかわかんかないから。え、初めて配信見れた。ええー 初めて生で見てくれた人ありがとうありがとうございます本当はね定期的にやりたいのよ私だって週に1回とかさやっていきたいよ私だってでもちょっとさすがに今年は世界飛び回りすぎてちょっといろいろねいろいろ大変だったので難しかったですね正直だけどまあ今年ももうこうやってね生配信がもう一回できて嬉しかったなと思うし まあみんなとも、ね、この後ちょっと質問コーナー行きたいなと思ってるんであの質問コーナー行きたいと思ってますがあのこれ毎回言います毎回生配信が終わった後はこのチャットはあの反映されるのに3時間から4時間ぐらいかかりますなのでその間感想とかは、ね、コメントの方に書いていただけたら嬉しいなと思いますちょっとカメラちょっと熱くなってきてるか大丈夫かさあ間もなく、えー、50分ぐらい経ち始めるので一発ここで入れますか はい、皆さんそして今まで見てくれた皆さんそして今日初めて見てくれた人いいね」を押してほしいこの時間は「いいね」を押す時間なんだ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 いいねを押す時間なんだなんだ恥ずかしくてカメラ見れないこの時間が一番嫌い なんだなんだなんだ。んだんだいいのしてくれましたか皆さんありがとうございます。えー、地獄です。皆さんが、えー、思ってる以上に地獄です。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  えー、2カメ使えばよかったハッスルタイムちょっと待ってもうこれがさモッコモコになってきちゃった <laughs> 地獄です <laughs> マイク小さかったからもう一度違うのよ声が小さいだけなのよ マイクが小さいんじゃないの発するタイムさっきの時間に自信がなさすぎて声が小さくなってるだけなの恥ずかしいだけよくないね恥ずかしかったり自信がなかったりとかするとさ声って小さくなるんだよ人間って忘れてくださいねまあでも皆さんいいねありがとうございますありがとうございます <laughs> 肩にゴミついてるよこれでしょ頭のこれ 嘘だよ <laughs> 食べてないよあるよ <laughs> 今食べたと思ったここについてるのがかっかよくて食べたと思ったでしょ今食べてないよここにまだあるよ捨てますじゃあちょっとこれ休憩明けはあ休憩今から入りますけど休憩明けはなんと質問コーナー行きたいと思います 皆さんの質問に合わせて、いろんなことを喋、えー、っていきたいなと思っていますので、何でもいいよ。これ踊ってとか、歌ってでもいいし、あとこういうことあったとか、いろんな質問、もうスペシャル、2023年最後の生配信スペシャル、全部答えていっちゃう。おい。ということで、ちょっとカメラがね、熱々、熱のすけで、ちょっともしかしたら、この、あれも照明も落ちちゃうかもしれないので、また、 15分ほどお時間もいただきあ10分くらいでいけるかなじゃあ10分15分後ぐらいに皆さんの質問に答えていきたいと思いますじゃあ44分スタート44分だってもう日本超遅い時間じゃないもう10時やん10時44分に皆さんお会いしましょうそこでいろんな質問コーナーをやって、えー、最後にご挨拶ささせてもらってちょろちょろちょんさせてもらいますそれではみんな45分ね 45分に集合しましょう。<laughs> あ、ち四44分か。44分に集合しましょう。で、その間ね、もしあの、時間暇だなって思う人は、さっきあの、インスタライブで餃子作ってるライブ配信のアーカイブもあるんで、それ見てみてください。<laughs> じゃあまた44分にお会いしましょう。バイバーイ。あれこれ毎回忘れちゃう。 ただいま。はいということで、休憩明けの第3弾でございまーす。ちょっとカメラは全然順調なんだけど、照明がね、バッテリーがあと21%で、ーで多分10分後ぐらいに切れる。うんで予備の充電、今してるんだけど、13%しかない。うん終わりです。こっち暗くなるけど、みんな気にしないでね、ポルターガイストでもなんでもないから。はいということで、え皆さん、お待ちどうさまでしたえお待ちどうさまでした。 いいのかなはい、ただいまさあ、ということで、えー、皆さん、えー、質問コーナーに行きたいと思います。この質問コーナーがさ、毎回盛り上がるんだよね。自分で言ってる。<laughs> まあ、一応さ、いつもの流れってまあ、 1>, 1章目、2章目は私のなんかここ最近の面白いエピソードを喋るみたいな感じなんだけど、え第3章は、えー、みんなで一緒に作っていきます。みんなの質問とともにやっていきたいと思っておりますので、皆さん、質問の方よろしくお願いします。ちなみにさ、さっきちょっといろいろさ、ツイッターとか見てたら、なんかあの BTS のジョングクさんも生配信してたんだって、なんか終わったみたいな感じだったんだけど、 この新しいアルバムめっちゃいいよねめっちゃ聴いてる今めっちゃかっこいいわちょっとねえー、なおぐなおぐくということであとでちょっとねダンスとか踊っていけたらいいなと思っておりますやばい <laughs> 音楽めっちゃかっこいいわダンスもかっこいいしはい、あ、皆さん、えー、質問の方もよろしくお願いしますわあめっちゃ来てる めっちゃ来てる、これ本当に眼鏡かけないともう追えないからえーちょっと待って家どうなったのということであっもうこれずっと追っかけてる人いますね、えー、2019年の末に私ニューヨークに家を買ったんですが、えー、今現在まだ住めていませんで今、あのー、やっと家が、えー、これからえー 工事が始まるんじゃないかなっていうぐらいで、まあ、前回も言ってたんだけどねやっと始まるんじゃないかなぐらいに、えー、なってるんですがまだ住めてませんなのでこの家ご覧の通りずっとあの借りてる賃貸のお家ですはいまだです多分来年までには住めたらいいなと思ってますはい今日の服装のポイントは、えー、今日はもうクソテンパってましたから始まる前なんであのアトランタで買ったコカ・コーラの T シャツとあとゼラピケの 前回のですねポケモンのコラボレーションのえプリンの頭をやって、えー、髪型ごまかしてます <laughs> 本当はねちょっとセットしたかったんだけどマジで間に合わなかっただって餃子さえも焼いてないんだからちょっと待ってねあちょっと待って肌肌ねマジでやばいよ台湾ってもっと湿度が高いのなんか日本 もう湿度高いんだけど、もう全然乾燥してなかったんだけど、ニューヨークに来て2日で、もう全部皮むけた、もう皮膚も本当に、ちょっと保湿を日本と同じぐらいの保湿にしてたらも,もうだめ、もう、ベリ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 みたいな、なんていうの、あの脱皮みたいな感じのベリベリベリみたいな感じになってたから、唇の皮ももうむけまくっちゃって、もうなんていうの、中のなんか肉見えてた、唇の中、肉、骨まで見えてたんじゃない もうめくれすぎてだからもうどんだけリップクリームをもう最強のやつをもうベタ塗りしても,もうずっと痛いの感想やばいマジでお母さんの近況を教えてくださいあお母さんのね私のお母さんの近況を話させてもらうと,、えーとまあ、インスタにもちょっと書いたけど、まあ、9月ねちょっとお母さんと喧嘩したんだけど、えー、その喧嘩してから、えー、音信不通です。 ままだブチギレてます一応連絡がこっちから送ってるんだけど、えー、何回も9月からバーっと送り続けてさちょっと何なんか一回喧嘩したのよで結構久々に喧嘩したからでもうお母さんはもう鬼プライド高いからさもう私に怒られたって思ってなんかギュンってなったのか分かんないけどもうそっからもう連絡全く取れなくてで最初心配だったの大丈夫かなって本当に大丈夫かなと思って心配だったんだけど。 1か月後ぐらいにもう連絡してこないでとか言ってなんかすっげえふてくされたさメッセージ来てさはあみたいなめっちゃ怒ってるやんと思ってでそこからもう1か月経つんですが、えー、ここ2か月3か月そうですね2か月3か月弱、えー、母親に、えー、プンってされてます <laughs> うにょ <laughs> でも大丈夫あのプンってなってても別にあのプンってなってたらもう ほっとくのが一番だから。プンが収まるまで待ちます。えー、怒ってます。甘えん坊なんだから。本当に。うちのお母さん、甘えん坊なんだから。私もプンってなるときあるけど、そんなに長く続かないから、さすが、母親ってたところでしょうかね。なんで喧嘩したかって言ったら、なんかちょっといろいろ契約ごとやらなきゃいけなかったのよ。そのいろんなね、地元でね。でそれをやらなきゃいけなくて、私が担当の人と喋ってたのに、 それを知ってるのに違う担当ともそこ進めてて二人でなんか違うこと進めててでそれがごしゃってなっちゃってなんで勝手にそっちのこっちがやってるの分かってるのかこっちに相談してよみたいな知らないみたいな感じになって知らないよみたいなもう図星なんだろうね自分が悪いっていうのは分かってるのか分かってないのか分かんないけどそれ私がちょっと怒ったっていうかちょっと詰めたんだよそういうことやっちゃいけないじゃんみたいな間が全部まとめてやるからちょっと一回置いといてみたいな知らないみたいなそっからも連絡取れなくなっちゃうはあ 怒りんがハットですでもまあ,まあねプンってああそりゃ怒るわーといや知らないってクソゲーどうなってますかいやクソゲーやってないのよもうやめたっていう話してるじゃんクソゲーはやってませんちょっと待ってねえー、ちょっと待って ちょっと待って早っみんなの質問可愛い,いね母可愛くないよむかつくわママお子ちゃまっていやもう本当にそれなまあでも私もねちょっとまあきつく詰めすぎたかなっていう思っちゃったからちょっと申し訳ないけど最近のニョニョニョもいえむず <laughs> にニョがまず意味わかんないから ママ見てるかもよって言って、いや、見てたらやばいわ。見てたらまたプン長くなるよ、これ。また私の話したね。もうプン、プンプラス5年です。とか言って言われたらどうするはる <laughs> か昔にやってた、えー、5年日記やってるのってってやってないっす。もう半年で終わったわ。ほぼやってない。フワちゃんと会った話っって、あ,あ、フワちゃんの話しよっか。 フワちゃんとは今年の夏、そういうことツアーが始まる前にフワちゃんがニューヨーク来ててでそれでご飯行きたいですって言ってくれてあもうぜひぜひってって2人でご飯行ったのよで、まあ、そこですごいもう話が盛り上がってみたいな「でアミさんツアー頑張ってください」みたいな「でまた日本帰ってきた時飯行きましょう次行こう行こう」とか言ってでいつだったっけな10月、10月行ったんだ10月、その収録で帰ってきた時に一瞬で帰ってきた時に、まあ、飯行こうっ,つってフワちゃんと飯行って、まあ、ちょっと外の席だったんだよね。 外の席で、まあ、ちょっと肌寒かったけどなんか外でご飯食べるのもいいねみたいな感じでご飯食べてたのよでまあ普通にこういろんな話も真剣な話とかまあ楽しい話とかもお二人でゲラゲラ笑ってたんだけどフワちゃんがなんか直ミさんはツアーはどういうふうな話されたんですかみたいな全米ツアーの詳細教えてくださいとか言ってでなんかえなんかどういう話したんですか結構もう下ネタ話したりとかでも結構その質問の内容に合わせて喋ってたかなみたいなでも やっぱりそのなんかみんなが分からないところ例えばそのなんか結構やっぱアメリカ人って質問でそううかましてくるからなんかアメリカのポルノとか見たことあるみたいな感じで,とか,でかまされたのよ、でそれで私がめっちゃ好きだよみたいな見るのめっちゃ好きみたいなまず1回、それでみんなが好きなんだみたいなめっちゃ好きなんだみたいな感じになってで,でもさーみたいな。なんか なんでアメリカ人の喘ぎ声と日本人の喘ぎ声って違うのみたいな話でそこになったの。ほんとその人がなんかえみたいな感じになってその人アメリカ人でさ自分がなんか面白いなんか質問しようと思ったら逆にかまされてかまされたみたいな顔してたのだってさなんかアメリカ人ってなんであんな痛そうなのみたいな痛そうな喘ぎ声するよねみたいなそういう話をしたのよなんかアメリカ人ってなんかスーッみたいな感じでゃなくスーッみたいな <laughs> みたいな感じじゃん。 ちょっと今、一応、YouTube なんで、変な、リアルにならないようにもやってるけど、シッみたいな感じじゃん、でも、日本の英語って違うじゃん、なんか、へっへみたいな感じじゃん、なんでこんな違うのみたいなことをそこでトークしたときめっちゃ受けたの、それは、確かにみたいな感じになって、そいつがなんか、確かにね、みたいな感じになったんだけど、えどう思うみたいな、結婚してるのみたいな話して、いや、結婚してるみたいな、奥さんはみたいな、アメリカ人みたいな、じゃあ、アメリカ人の奥さんはシッタイプなんだ、みたいな話をね、バーっと言って、してたわけ。 でそれでフワちゃんがどんな話してるんですかギャラギャラみたいなでそれでなんか喘ぎ声をねはあとか言ってたら通りすがりのタバコ吸ってるなんかおじさんにうるせえとか言ってめっちゃそこで怒られてさ <laughs> はいみたいなその別に大きい声で喋ってなかったんですけどたぎ声がうるさかったなんか喘ぎ声なんか本当にそういうふうにやってる人だと思われたのかわかんないけどうるせーとか言っては <laughs> あーとかタバコ吸ってるおじさんに怒られてすいませんみたいな失礼いたしましたとか言って,っていう怒られたっていう。 えー、お話でした <laughs> 本当に大変失礼いたしました <laughs> 外だったからねちょっと通りすがりのおじさんはびっくりしちゃったのかなって最悪です <laughs> フワちゃんとはなんで仲良くなったのってフワちゃんはもともとフワちゃんがテレビ出る前に YouTube 見ててで私がニューヨーク行ったり来たりしてるのが2019年で で、YouTube 見てたから、で、その時フワちゃんもニューヨーク来てたのよ。なんか、綾部さんを探しに来たみたいな。ので、なんか、ニューヨーク来てて、で、私が近所のセフォラ行こうと思ったら、フワちゃんがそこに入ってったの。だから、私、YouTube で見たことある子だなと思って、バーって入ってって、トントンっつって、あれ、YouTube に出てるフワちゃんですよねって言ったら、えみたいな。渡辺直美さんですかみたいな感じになって、あふフワちゃんですよねみたいな。えー、みたいな。YouTube 見てくれてるんですから、そうです。みたいな。で、写真撮りましょうそこでムービー撮りましょうみたいな感じになって、そこから、 か2019年の5月ぐらい私がだからもうニューヨーク行き来するようになったタイミングの時かなからしあの連絡先交換してご飯行くようになったんだけどそこからす半年後ぐらいにすっごいテレビ出るようになってあやっぱ面白い人ってやっぱテレビ出るよなって思ったそれが一番最初かな。 だから本当ニューヨーク、だから誰かの紹介でもなくテレビで一緒に仕事してからとかじゃなくって本当にたまたま私も YouTube 見ててでたまたま向こうがロケっていうか自分の YouTube 用の撮影で来てたので話しかけたっていうところからそう意外なつ,よつながりだとか予想なのよそうピアノ弾いてとかいや、ピアノはねあの定期的に弾いてるから過去の生配信で大丈夫です。 はやってるっすやってない。全然 Tinder やってない。もうそういうなんか出会い系とかのアプリ、えー、全部消しました。特に意味はないですけども。あのー、結局、いや、パリとか行ったときはちょっと一応開くよ。開いてど、どういう。 状況かなっていう別にその出会いとかじゃなくてどういう状況なのかなパリってどんな感じっていうのでピッて勉強にこれガチで勉強用に開いてとかしてあやっぱニューヨークと全然違うなとかはあるけどでももう全部消しましたもう台湾しばらく行く予定ないのでまあいいしばらく行く予定はないかなあーやばい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 すっごい質問がさ テルマちゃんとはどうやっって仲良くなったんんですかテルマちゃんは10年以上前だねもう11年2年ぐらい前に初めて会って友達共通の友達がいてみんなでご飯食べ行ったりとかしてたんだけど、まあ、そこからちょこちょこ連絡取っててガチで仲良くなったのは一緒に番組やるようになってからそれこそコロナになる前か本当それこそ2019年ぐらいの時に一緒に番組 新しい番組が始まってそれで MC 一緒にやるようになってからちょこちょこ仲良くなってこのコロナ中にめっちゃ仲良くなった私ってそもそも電話する人じゃないのよ、まあ、電話来たら嬉しいし電話とかもなんて言うの,なんていうの電話しようって言って電話するのが結構主流っていうかいきなり電話かけたりとかはしないんだけどテルマちゃんは結構アクティブで LINE とかが続いたりとかしたらすぐこう電話してくれたりとか電話で話すようになったのでおいこんないきなり電話かか,か,かってくるんだでもそれで嬉しいなと思ったの そこで電話をちょこちょこするようになってからめっちゃ仲良くなったそうコロナに入ってから急激に仲良くなったかな <laughs> はい沖縄から見てますありがとうございます結構海外の人たちもみんな見てくれてんだよね海外の人たちとか海外に住んでる日本人の人たちも <laughs> さあ皆さんえ来年留学するのでアドバイスくださいえー、大変だと思うけど楽しいと思いますので 楽しんででくだださい。いも大変だとは思います。私は思いっきり留学をしたことないから留学の学校とかに通ったことがないからその勉強の辛さとかわからないんだけどでも、あのー、すごい楽しいと思います最初はめっちゃ楽しいと思う。 最初の2ヶ月目ぐらいからいろいろ慣れてきたりとかあとちょっと課題が自分にとっての課題が見えてきたりとかしてで3ヶ月目ぐらいからいろいろ言葉とかも覚え始めたりとかするんじゃないかなだから最初の1年ぐらいはもうたまらなく楽しいんじゃないかな、まあ、もちろん辛いと思う時もあると思うけど、ね、半年ぐらいになったらちょっとなんかこう壁にぶつかるじゃないけどでも1年そうねで2年とか経ってきたらまたいろいろ見えてきて楽しくなるんじゃないですかね。 いっぱい友達できたらいいね頑張ってくださいあ,あ本当に早いわニューヨークでは自炊してるのニューヨークではほぼ自炊だねてかコロナになってから料理するようになったわあのような包丁さばきですが作ってます気持ちを切り替える方法はありますかいやわかるよ 私もね落ち込み大先生の時とかありますから言うてももちろんさポジティブには物事捉えようと思うけど落ち込み大先生する時ありますただね寝たら結構切り替えられる寝たらポジティブに考えられる例えばさ寝る前とかはさ嫌なことがあったりとか悲しいことがあったら私はもうダメなんだとかひどいとかうにょーとか言ってなってグワーンとか言って落ちるんだけど寝て起きたらもうよだれ垂らしてさあーみたいな。 よし、今日も頑張ろう、みたいな。で、ポジティブになるわけ。ちょっと時が経ったらさ、あ、なんだ、あれは絶対大丈夫、みたいな。きっと、なんか向こうにも、なんかいろいろあったん例えばね、人との関係性だったりとか、あ、向こうもあの時余裕なかったのかな、みたいな。とりあえず今は待とうとかさ、なんかすごいポジティブに考えられるかな。結構寝たら忘れるタイプかも、嫌なこと。ポジティブに考えられるかも。なおみちゃんがインスタ乗っ取られた時からファンです。いや、乗っ取られたことないよ、一回も <laughs>。 一回乗っ取られたことない多分プニューズのアカウントでしょプニューズのアカウントは一回乗っ取られたけど私のアカウントは乗っ取られたことないです1000万人記念グッズ何作るえ何作る、まあ、?T シャツとかは結構 T シャツかロンティとかそう洋服系はいっぱいいろいろ作りたいなと思っててほかにもグッズとかも結構いろいろ作りたいなと思ってんのに、ね、日常でなんか使えそうなやつポーチとかさそういうのとかなんか使えたらいい。 作っっったらいいかなてて思ってんだけどどうみんなそういうのちょっとね今後作っていけたらいいなとは思いますアクスタ作ってほしいとか、ね、そのアクスタって何なんそのアクリルスタンドってことあのよく見るやつ作ってみるかグッズ絶対ほしいですありがとうみんなそんなありがとうトートバッグねオッケーオッケートートバッグとかね ついに照明が <laughs> 切れました <laughs> もう一個しかないこっちもうこっちがもう切れましたちょっと待って予備の照明ピッてつけていい,いしょ一応一応予備の照明もつけとくわあ,あ,あ大丈夫だね 大丈夫、大丈夫。さあ、ちょっと待って、照明消えたぐらいがちょうどいいかも、<laughs> 確かに、ちょっと吉も今思ったわ、なんか <laughs>、ちょうどいいかもと思った、ムーディーな感じなのね、ステッカーね、オッケーオッケー、ステッカーね。 えちょっっと待って「オフ会して」っつってそうだねちょっと日本でのライブがさあんまりできてない部分もありますから。 あのライブしたいなと思ってもちろん普通のさ単独ライブみたいなやつもやりたいんだけどちょっとトークライブとかオフ会とかやりたいなと思ってんだけどやっぱその前回ヘアスプレー去年のヘアスプレーとかもやっぱチケットがさ取れないとかさ今回もライブとかでもしやるってなった時にじゃあチケットが取れませんでしたとかになったらやっぱあれかなとか思って、まあ、マネージャーとも喋っててなんかこうライブとかをね 1> まあ年1なのか分かんないけどそういうのとかあとはもうちょっとファンの人たちとの交流を高めていくみたいな話をしてでまあちょっとファンクラブでも作りますかみたいな話を今してるんですけど。ファンクラブを作って でまあ、チケットとか販売する時はファンクラブ先行とか例えば何かコラボ商品作った時にファンクラブ先行でグッズ売りますあのグッズを先行で発売しますとか何かそういうなんかファンクラブ向けの何かっていうのをやってみるのどうみたいなので今までは正直ね正直なんか、まあ、芸人だしファンクラブどうなんみたいな感じだったんだけどなんかまあこれをきっかけにまあファンクラブとか作ってみて。 まあ、みんなともうちょっと交流して例えばそのファンクラブ限定で例えば何か映像とか映像なのかボイスなのかなんかそういうのとかやりながらっていうのはどうかなと思ってんだよねあ結構みんなあ作って作っててえ嬉しいとか言ってあマジファンクラブ入るってえマジでみんな入ってくれるマジでえっと一応月額え108万 にしようかなとは思ってるんだけど、入ってくれる、うん、ファンクラブ月月,月額です月額108万でえっ、ー、と月1回の、えー、ボイスメッセージ、えー、5秒ほどのボイスメッセージが月1回皆さんに届けられるっていうどうですか <laughs> やめとくと <laughs> 高いなとか <laughs> 高いなーとかじゃないのよ、金額が。108万。<laughs> 払わ、払わな、絶対払わないだろう。払わないだろう。あテイラーでも無理とか。<laughs> まあ、それは恐れ。リターン少ないとか。<laughs> 108万月き払って5秒のボイスメッセージいらねえ。<laughs> ムカつく。うにょうにょ、うにょうって言ってるだけの5秒。 むかつく <laughs> 毎日嫌な DM を送るわ私だったら <laughs> 何なんですかみたいな「これ詐欺ですよね」とか言って「<laughs> うにょにょ」っつって毎月うにょボイスいらって <laughs> あん。 まあそれはでもまだあのすぐとかじゃなくて、まあ、またそれもインスタでお知らせしますけどまだ本当にあの作るか作らないかはまだ決まってないなんか自分の中で何か私がファンクラブってどうなのかなとか思いながらでももっと密になんか結構さ今ほら YouTube ライブとは YouTube ライブでまた独立したなんかコンテンツっていうかでインスタはインスタでまあ日常みたいな感じだけどさやっぱそこだけ。 だとさ例えば私の日々のじゃ,あじゃあテレビでこれ出ましたとか CM やりましたとかこういう舞台立ちますとか日々のお知らせとかもそのファンクラブ内で全部こうお知らせした方がみんな楽なんじゃないかなと思うそれをし知りたい人とかさファンの人でもなんか知りたい人とかそこで一括でまとめて知れるようなところがあった方がいいんじゃないかなと思うんで、ね、もっと密に例えばさ私のじゃあインスタのフォロワーの中でもじゃあどれくらいの人が私と密に喋りたいのかどれくらい密に知りたいのかってのもわからないじゃん。 だからあのさ1回インスタね、まあ、フォローしてくれてる人はわかるけどなんか一斉配信チャンネルってやつあったじゃん私の,のことをフォローしてくれてる人たちに一斉に DM が送れるみたいなメッセージが送れるみたいなで一方的に私が送ってみんなが別にリアクションできるのはいいねとかそういうのだけでみんなが別にメッセージ送れないんだけど DM みたいに届くみたいなだから一回やってみたじゃん9月ぐらいに。 でもあれって本当に一斉だから強制的に表示されるのね。だから私が、あの時はまあボイスメッセージだけ送ってたんだけど、あれが送られるたびにみんなに表示されるから、もう本当に2割ぐらいの人がブチ切れてて、なんか DM で、これどうすればオフにできますかみたいな。そこまで聞きたくないんですけど、とか言ってさ、えみたいな <laughs>。失礼いたしました、みたいな。だからそういう人もいるわけよ。その、そこまで渡辺直美求めてないですから、みたいな。そりゃさ、1000万人フォロワーがいたらそりゃそうじゃん。 でもそれを楽しみにしてくれてる人もいたわけよ。あれもう終わっちゃったんですかとか言う人もいてさ、みんな、えみたいな。あれを楽しみに毎日してたのにとか言う人もいたから、だったら、なんか、まあそこも分けれる場所みたいなの作れたらいいかなとも思ったんだけど、どう思うみんな。うんそう、あれ好きだったって言うと、あれ何っていう人と、もうやめてくださいっていう人がいたからさ、確かにそうだよなと思って。 そんなのあるの全然気づかなかったらずっとフォローしてるのにって,言ってあだから人にもよるのかな渡辺奈美求めてる側ですとか <laughs> ありがとうございます夜中に届くのウケるよねとかでそうそうそう,そうだからもっとこう近くに近くにもっと楽しくやりたいよっていう人向けになんかファンクラブでいろいろできたらいいのかなとかっていうのを考えてるだから YouTube は YouTube、えー、インスタはインスタでまたその ファンクラブファンクラブでっていうなんか分けてみるのもどうみたいなことをマネージャーと喋ってたからで今後、なんかライブとかもいろいろやっていきたいからさだからちょっとあのライブで、えー、チケットとかなる前にファンクラブあった方がいいかなと思うんで、まあ、ちょっとね108万はちょっと高いから、まあ、今一番本当にリアルに考えてるのは、えー、と月額83万ぐらいかなでも100超えるとやっぱ高いじゃん月額だからまあ83万。 お一人、ね、うんくらいがいいのかなーなんて思ってるんですけどねどうしようねはいコメントちょっと見ていきましょう、えー、高すぎ、えー、無理高すぎということでう、えー、嘘です <laughs> 下がったけど高ちょっと安くなった <laughs> ちょっと高いな <laughs> 貯金しますとかでやばいやばいやばい。<laughs> ああ、それは嘘ですけども。まあ、ちょっと、それも皆さん念頭に入れといていただいて進んでいきましょう。次、日本にはいつ帰ってくるって、ちょっとわかんないですね。もうその時その時なんでわかんないですけど、また日本に帰るときはね、またお知らせするね。はい。さあ、どん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 質問お待ちしておりますよ。<laughs> 詐欺やんとか。 703円でお願いします。あなナオミでね。703、ナオミで703円。なるほど。いいんじゃないですか、ナオミで。ねずみ最近出ましたが、出てないです。私、今回2か月ぶりに帰ってきたときに、めっちゃ怖いと思ってもう、あーとか言いながら部屋入ったけど、大丈夫でした。ねずみはいなかったです。 年越しはどこでするのとかって「あまだ決まってないどうしようかな?」と思ってるどこで年越ししようかなおすすめの場所はと教えてください <laughs> なんで冒頭テンパってた時テンパリンガーハートって言わなかったんですかわら、ま、ガチでテンパってるからだよわ <laughs> かるでしょガチでテンパってる時にテンパリンガーハートとか言えなくないマジでテンパったやばかったってなるでしょそりゃ マジでテンパッたは最初うまく喋れてたかどうかも分かんない多分変なテンションになってたんじゃないクリスマスはパーティーするのってまだ決まってないです何にも予定決めてない年末の年越したママとしたらあ連絡取れないからお母さんうんお母さん連絡取れないからね ヒコロヒーとテルマちゃんと何の話したのあそうだこの間ねヒコロヒーちゃんとは定期的に今年多分ご飯何回か行かせてもらっててでなんかテルマちゃんとヒコロヒーちゃん仲いいから、まあ、そこでなんかご飯行こうってそこで初めて会ってまか、あ、なんか本当にいろんなもうゲラゲラ笑いながら喋ってるよ3秒で「 え3秒で笑えなかったら見るのやめようと思ったら笑いました見続けますこんわコメント審査員いるやんコメントにこんわえこれ面接だったのえオーディションえニチップだったんこれ怖いオーディション番組だったん ?3 秒で笑かしてみはは。<laughs> 見続けるわってこと えー、鬼コアです <laughs> ねえ怖いそんなことあるでも合格したんだもんねはーい最後のメンバーに選ばれました20人の中に11人の中に選ばれてデビューできるように頑張ります <laughs> <coughs> チョコパラの配信見てよ、どうなったっつあ、まだみんな、ね、見てない人もいるかもしれないけど、チョコパラさんの生配信で200万人登録者いったから、まあ芸人みんなで集まって、あのー、 1>, まあ1時間ぐらいの生配信をやったんだけどもう台本ももちろんないしフリーだったのねでみんなそれぞれ出てきてなんかふざけるだけしか書いてなくて始まる前とかみんなこれどうなるのみたいなって感じだったんだけど私が1年目の時からずっと一緒にライブをさせてもらってた先輩ばっかりで,で他事務所の,あの花子の岡部君だけはまあ後輩で他事務所だったんだけどあのそれ以外のメンバーはまあもう本当に1617年以上前。 だから一緒に舞台やってきたメンバーでああやってふざけられたのはめちゃくちゃ痺れた。すっごい楽しかった。あとやっぱみんなやっぱり面白いなと思ったし最高だったからもう時間がある時は見て本当に意味がわからないからずっと意味がわからないのとあと本当に向井さんが向井さんがずっとさみんながフリーでボケてくるから向井さん1時間の生配信でずっと喋ってるんだけど多分最初から後半で多分20歳ぐらい老けてる顔が。 あと、汗もすごかったし、あと喉、喉喉がめっちゃ心配だった。もう、かすれてたから、後半。次の日のラジオ、大丈夫かなと思っちゃった。<laughs> そう、時間がある方、は見てください。歌、歌おうとか言って。え、歌歌、え、ちょっとさ、あの BTS のさ、ジョングクさんのさ、 あの歌いいよねあの「standing next to you」って歌があるんだよこれのダンスこそかっこいいこれちょっと覚えよう今度あのダンスかっこいいわちょっとマイケルっぽくてさ止まっちゃったマイケルっぽい感じでかっこいいんだよね マイケルジャンポイズ、そう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 、とかダンスマジでかっこいい、くって入る感じとか、なんかこういうとこあるよね、なんか首がさ、こうやってやって首が遅れてくるんだっけみたいなダンスない <laughs> あとさ、その歌のやつでさ、なんかこうやってさ、こうやって足、こうやってやるシーンあるじゃんこ、こういうシーンみたいな、あれとかもどうなってんのって思っちゃうんだけど。で、こうやって こうでさ手当ててこうやっててさクッて腰上げるんだけどそれがさなんかエロすぎないのよなんかわかるさらっててクッてやるんだけどなんていうの下品じゃないのなんかグーとかじゃなくてなんかトトトクみたいな感じでなんかこうやつあるよねあ,あみたいなやつな <laughs> これが私憧れるわあれさらっと踊れちゃうんだもんね遅れてくるやつあるよね

ここもゆっくりこうやって首を動かしてさあみたいな顔した後にこれが来るんだよね見てない人もマジで見てほしい本当にああとか言って踊った後にドゥンドゥドゥンドゥドゥンってこうやってドゥンドゥンドゥンここがめっちゃかっこいいんだよねあいあ疲れたやばい今の動きでさ

めっちゃかっこいいから見てみて <laughs> で最初もすっげえかっこいいの、ね、よ最初なんか最初なんか「でんでれでんでん」でこうやってなんかさ なんかクーンってやった後にさなんかみたいなこここもめっっちゃかっこいいのよで周りのダンサーさんとの息も合ってるしさ、まあ、他の曲もかっこいいけどダンスも歌もうまいしさ。 結構ねいろんな曲聞聴いてます、私、意外とめちゃくちゃトレンド追っています、k p o p ももちろんそうだけどあの世界の曲とか、あと日本のヒ,あのヒット曲もいっぱい聴いてますよ。でねね今今回回ああのの 10月5日ぐらいにあの芸人ロックフェスっていう去年もやった特番で私と澤部さんが MC で,で芸人がバンドも芸人で歌も歌うのも芸人みたいなやつの番組収録したので今度それが放送されるんだけど12月にでそれでエンディングでみんなで歌うみたいな感じもうこれはもう情報公開されてるからあれなんだけどエンディングであの夜遊びのアイドルを歌うっていう風になったのね。で夜遊びのアイドル で、めっちゃいい曲だしさ、超かっこいいからこそさ、合唱で歌う曲ではないじゃん。エンディングで全芸人出てきて、みんな歌うまいんだよ。めっちゃ歌うまいんだけど、みんなで出てきて、アイドルをさ、合唱で歌うのむずいやん。で最初は一人ずつこうやってパートで歌うんだけど、サビはみんなでこう合唱歌うんだけどね。で。 やっぱ芸人だからさ、みんなやっぱ練習してこないっていうか、まあ、有名な曲だし知ってるから、まあ、歌えるだろうみたいな感じで,で、みんな当日集まってリハーサルする音合わせみたいな、ちょっとやってみようかってって、で私が最初に歌うんだけど、もう歌った最初の私のところでもボロボロでさ、もう本当に。 あの音程もついていけないし、もう音も全然ついていけてなくて、ずっとなんか、むって、木の笑顔、だらすメリアみたいな、もう全然いけなくて、でその後聖夜が歌ったりとか、まあ、みんなも歌うんだけど、もうそのいきなり、しかもバンドだからさ、むずいじゃん、でもういきなりやったから、全員もうおじいちゃん、おばあちゃんみたいな歌い方になってて、ずっと2店舗ずれてんだよね、アイドルの曲。<laughs> ずっと2店舗ずつずれてて。で もうダメだみたいな。で、リハーサル終わった時みんなが、もうだめだ、一旦これやめようみたいな。もうちょっとこれ、アイドル、みんなこんだけ歌う前に芸人集まってるのに、みんなちょっと早すぎて、もうおじいちゃんとおばあちゃんね、サビもね、サビになった瞬間に <laughs>、めっちゃ小さくなるの、音が。みんな誰かが歌ってくれるだろうって言って、サビになった瞬間に、ソロで歌ってる人よりも声めっちゃ小さくて。<laughs> みたいな感じで全然いけなくてそれでやばいってなったらもう一回リハーサルやりましょうっつって演出家に言われてみんなもこれはやらなきゃいけないっつってもう一回リハーサルやったらいい感じにテンポになってで本番見てみてめっちゃいいアイドルになってるからアイドルって合唱していいんだと思うから <laughs> ああマジであれやばかったマジおじいちゃんおばあちゃんたちのリズムだったもん <laughs> 誰もが好きになること 私もなんか私は結構その大事なところを歌わなきゃいけなくて私、これ歌え、難しいから歌えないかもとか言ってたんだけど、えー、本番、私のそのそっと歌うところだけ、マジで終わってます。<laughs> それちょっと見といて、あれはやばかったな大悟さんと会ってます、大悟さんと会ってます。毎回結構日本書いてとはささんん吉村さんと この間11月帰った時も DAIGO さん、吉村さんとご飯行ってでその前は DAIGO、えー、さんはまた別でご飯行って、えー、吉村さんも又吉さんと一緒に行ったりとか結構みんなとご飯行かせてもらってて嬉しいですそれこそ台湾のね、さっきの話してた芸人のサキヌめっちゃ面白くて明るいんだけど普段のスタンスは DAIGO さんにすごい似てる。普段喋ってるその だからどういうかっこつけかって別に DAIGO さんかっこつけてるわけじゃないですけどシンプルにかっこいいんだけどかっこよさで言った DAIGO さんみたいな感じその普段のかっこよさ普段、なんていうの舞台の時はあ舞台じゃないやその撮影中映画の撮影中の時はめっちゃなんかわって感じで明るくやってくれてるんだけど普段はすごい DAIGO さんっぽいそう男気な感じねそうネロさんファンクラブに入りたいです、ないです <laughs> ネロさんモテるよね モテレロですすごい DM でも来るはあみたいな「レロさん大好きだ」とか「腕の太さ治った」とか言ってね治ってないよ見てくれるみんな私さ左右の腕の太さが違うんだよね見てくれるこれ左ねでこれ右右の方が太くない 左ねでこれ右右の方が太くない見て <laughs> あれなんかよく分かんないや <laughs> なんかよく分かんないからハッセルタイムいこう。<laughs> えー、ということで、えー、皆さんハッスルタイムやってきました、えー、日本時間の深夜23時半にさいいねをさ押していいねを押してほしいしチャンネル登録もしてほしい何よりも何よりもこのまま配信が終わったら終わったらコメントも押してほしいいいねとコメントしいてねコメントといいねもしいてねインスタも見てくれたら嬉しいマヤで前見れない カメラを見たら終わり歌ってる自分見ても終わり恥ずかしい、恥ずかしいだからいいねを押して。はいということで皆さんありがとうございます。はあ,、はあはあはあ、あまた2カメ使ってないしかも終わったあとにつけてるし。 そういうことじゃないそういういいことじゃな二カメ使えってのは歌ってるときに二カメ使えってことだよね <laughs> 終わった後に二カメに「はあ言うだけの時間 <laughs> 誰も求めてない <laughs>。<laughs> あー笑いすぎちゃったすっごい笑っちゃったなんか急にだよ違う違うそういうそうじゃないとか言って <laughs> そういうことじゃないじゃあもう一回だけやらせてくれるもう一回だけもう一回だけ2カメを使ったハッスルタイムやってくれたらえや,やってもいいですかちょっと <laughs> もう一回じゃあいきます。 あ、なんなくなっちゃったじゃあ、いきます <music> はいといととうことでやってきましたよ「y o h a s t u r 本日何回目、3回目かなみんなついてきてくれる、一緒に歌おう、あいいねを押して、いいねを押して、いいねを押して、え登いも登録も、チャンネル登録もしてねあ、いいねも押して、登録もして、いいねも押して、登録もして。あ インスタもフォローしてね、YouTube も見てねえ、日常のことは、日常のことはいつもインスタでやってますしんどいって、きついわ、2日目は余計あれが増す、共感性なんとかが日目は共感性なんとかが。 <laughs> あれ、<laughs> 最後、テンパりすぎてす、つばすごい飛んでなかった <laughs>、このアップの、アップのカメラに対して、すっごいつば飛んでなかった、はあ、共感性なんとかだよ、あ、共感性周知心、共感性周知、周,周知。 共感性周知、それそれ。ね2回目はきついよ、これ、本当に。マジでやってほしいわ。どっかでオフ会やるとき、来た人全員にこれやらせるからね、本当に、毎回みんなやらせるって言、私から始めたんだけど、最初。でも,も、うきついよ、これ、3年前だったらまだ若かったかなこうやったら面白くねとかって思ってやってたけど、今はもう無理、恥ずかしすぎる。 これみんなオフ会でやってもらうからね一人一人お客さんあのランダムで選んで一人一人ここにあんで「はいじゃあハッセルタイムどうぞ」って言って「はいしょよいしょ」ってその時に2日目用意するから頼むよみんな「<laughs> 一人でやってるんだもんねそうだよ <laughs> オフ会怖っ」とか言って <laughs> え「えっつばすごい出てた? <laughs>」はあすっごい笑っちゃったちょっと待ってもうさもう 11, 11時半だよ みんなどうなのつば <laughs> はわかんないとかねシンプルに答えてくれてる人たち <laughs> はい質問していきましょう <laughs> むずいよボタン押しながらさ歌いながらさ共感性なんとか感じながらさ歌わなきゃいけないのももう恥ずかしい <laughs> オフ会誰も来れないよほらやっぱりみんな恥ずかしいでしょ えーとニューヨークは夏なのとか言って夏じゃないこれ部屋がねちょっと暖かいから半袖だけでニューヨークも激寒です今何度なんだろう今ね朝の9時半なんですがえっと4度です今日は4度、まあ、ちょっと若干寒いかなって感じですねでも私がちょうど日本にいる時2週間 2週,間あ2週間前はマ,マイナス10度ぐらいだったらしいよ、激さまだったのって寒いよね、あ、はあ、笑った、朝のテンション高い高くしてんねみんなが夜のテンションだから、高くしてんねこの後もう本当にぐっすり寝るんだから、はあ、えトータル今何時間やってる トータル今もう3時間ぐらいは経ってますよねどうなんでしょう3時間ぐらいは経ってるでしょうか早いねナオ美さんの表情一つ一つが大好きですありがとうえなんか照れちゃったありがとう顔うるさいってよく言われるなんか10代の時に ゆめあ,あんっていうファミレスでバイトしてたんだけどそこで働いてた10歳上のねしろちゃんっていう人が働いててしろちゃん仲良かったんだけどしろちゃんとさこの休憩中にご飯食べるじゃんバーとかってご飯食べててその時に私がこう何とかでさこうでさえとか言ってエピソードとかバーって喋ってる時にもあなんか目が痛くなってきたとか言ってしろちゃんの喋り方なんだけどなんか目が痛くなってきたうるさいわたこわたこって呼ばれててわたこあの喋ってる声じゃなくてあの顔がうるさいとか言って一回怒られたことあった。 だからもう顔の表情が、ね、うるさいんだよね直美ちゃんの声が好き癒されるとか言って、えー、私でもすっごいコンプレックスだったんだよなんか最初今はなんか好きですって言ってくれる人が多いからまだなんかあ自信持っていいのかなと思うけど声がねちょっとコンプレックスだったのよおめでとう12月9日やろうとかってやらないやらないやらないちょっと、まあ、あと30分なんだけど えやるそれやってから終わりにするそれやってから終わりにしようかあっ OKOKOK これでえー、やるやろっか OK 準備またねもしかしたらカメラ切れちゃうかもしれないから一旦休憩だけ入れていい,い 一旦じゃあ、あれする前に、一旦休憩を入れさせて、落ちる前に。だってさ、ちょうどさ、12月9日おめでとうってやった後にさ、や,やる瞬間にパーンって切れたら怖いから、ちょっとカメラが今もう1時間超えちゃってるんで、じゃあ久々にカウントダウンしますか初めて見たよっていう人。あの、私がね、生配信を長くやり始めた時、長くなっちゃって12時超える時は、まあ、その次のね、日のカウントダウンをしようっていう、何の日でもないけど。 何の日でもないけどみんなでカウントダウンしようっていうのがなんかいつかいつの日かできたんだよねそれやろっかやらなくていいからもっと話してとか <laughs> 怖っ話すね、まあ、質問とかあそうねここで一回告知入れとこうかな告知っていう告知じゃないけどまあ そのまあ、オ,フ会オフ会じゃないやオフ会やるかもしれないけど、まあ、その前に、えー、あれをやりたいなって,ってファンクラブ作りたいかもしれないなっていう思いとあと1,000万人インスタのフォロワー が1000万人を超えたのでその1000万人記念のグッズ作るかもしれませんっていうのとあと今見て、ね、くださってる皆さんでインスタまだフォローしてないよっていう方はインスタのフォローしてほしいのとあとこの YouTube のアーカイブは載せます今日は大きい事故もなかったのであの序盤だけでなので大きい事故もないのでこのままアーカイブ載せますがその際にあのコメントとか感想を書いていただけたら嬉しいなと思ってますぜひぜひで私このまま昼だからで今日何も予定ないのであのみんなのコメントにあの返しいいね押しに行ったりとか返したりとかしていきます でインスタの方もねあの、YouTube えー、と今回の餃子を作ってるシーンのライブ配信をしているのでそのアーカイブがある,あるのでぜひそこの方も、えー、コメントしてくれたりとかしてくれたら返していきますはいやりたい告知はここで全部入れましたアーカイブをリリプするねってありがとう今からね見に来る人もいるだろうしアーカイブ見る楽しみにして見に来てくれてる人もいると思うからありがとうみんなさこのあとすぐ寝れるんこれ生配信やってさ寝れるの 私は、この、この配信をやり始めたときに、生配信をやり始めたときに、やっぱインスタと YouTube で全然違うなと思ってて、で最初やったときは私、日本にいたかな、コロナ中で。だから、いっつも夜寝れなかったで。当時は2時間とか1時間半とか、ね、結構短かったんだけど、もう興奮しすぎちゃって、みんなとこうやって喋るっていうのも。だから、興奮しすぎちゃって、いっつも寝れなかった。そのまま朝まで起きたりとかしてたもん。びっくり、こきまろで、あ、みんなも寝れないんだ。寝ない。とか言って、<laughs> ありがとうございます。 ジョングクのミュージックビデオ見に行ってきたけど、直美ちゃんのやってたとこわからなくもなくて笑えた<笑>いやあれかっこよくないあそこのシーンかっこいいよね、ちょっとあれ習得したいわ。この首のこの,この動きのところとさ、ハていうところと、ここね、この動き超かっこいいわ。寝れないんだ、え、みんなどこに住んでんの <laughs> 生配信とは思えない質問 <laughs>、え、みんなどこに住んでんの 普通に知りたいんだけど、なんか不思議やん。沖縄、広島、ちょっと待って、北海道、新潟、大阪、神奈川、大阪、青森、京都、名古屋、わ、えー、福岡、東京、千葉、えー、仙台、北海道、幕張、結構細かく言ってくれてる、茨城、神奈川、埼玉、宮城、えー、大分、えー、もう全国じゃん。 中野区とか大丈夫その細かく言って <laughs>。え、全国だ山口、富山、岡山、神奈川、和歌山、福島。うわ、マジか。ちょっとグッと来るわ。グッと来ちゃうよね。こんな全国にさ、私のこの YouTube 生配信を楽しみに見てくれて、しかもこんな長い時間、の遅い時間まで見てくれてると思うと、 本当の愛情を感じる。長野、愛媛、水戸市、東京におうとか、山形とか、埼玉とか、嬉しい、カリフォルニアとか海外からもね、海外もありがとうございます、シンガポールとかカナダとかサンディエゴ、カリフォルニアもワールドワイドで、草。すごいよ、熊本ね、鹿児島と、すごいです。 不思議こんななんかたくさんの人とさつながれてるっていうのはこれはちょっとオフ会もう全国でやるしかないですか全国でぶち上がっていくしかないですかなんてね全国はちょっとあれかもしれないですけどあやべ大丈夫あ大丈夫だねまた画面が固まったからもう終わったと思っちゃった大丈夫だね ちょっと全国は難しいかもしれませんがそれは難しいかもしれませんができるだけねちょっとみんな、えー、みんなと会えることを祈りたいですけどもでも単独ライブやりたいね、ちょっと本当に私今、芸歴17年目で次18年目だから20周年20年目ぐらいのタイミングでなんかでっかいライブとかできたらいいなと思うそれまではねなんかこうオフ会とかトークライブとかできたらいいけど47都道府県は、ね、ちょっともしかしたら全部回るのはあれかもしれないけど。 まあちょっとそういうこととかも考えてとかするから、えー、やろうやろうやろうえこれ大丈夫だよね何にも起きてないよねあライブ今3時間15分やってるんだじゃあちょっとそろそろさ年越しもしなきゃいけないですから一旦た、えー、10分休憩したあとに、えー、みんなで年越しをしていきたいと思いますので、えー、10分ほどお待ちしてください10分後ですね なのでえ23時10分後ってことは、えー、48分はい23時48分にまた皆さん集合してそこからはちょっとアイドリング投稿しながら一緒に年を越しましょう何の年越し <laughs> じゃあまた皆さん戻ってきてくださいちょっとカメラ冷やしますちょっと待ってねはいそれではまたバイバイ うにょということで帰ってまいりました皆さんお待たせいたしました今日はさ結構盛りだくさんだったと思うんだけどどう思うでももう終わりなんだって寂しいな嬉しいよちょっとさあのまたまあ寝る配信だったりとかまあ、年齢はちょっともう難しいけどあとはまあ動画とかいろいろメイク動画とかもさちょっといろいろ変わってるから メイク動画を出してみたいとか結構動画の方をね今年まあ来年あたりはちょっと多くしようかなとは思ってるんだけどみんな見に来てくれるんかいメイク動画ぐらいだったらもう編集は早く終わりますから <laughs> セドナの動画みたいにはならないあとあのよく DM で来るのよインスタのね「なおちゃん生配信いつですか?」みたいなでも生配信やったら次の日とかに来るのよ生配信いつですかみたいなだから あのー、たくさんの方に見てもらってあとセドナもたまに見れるセドナの動画ってどうなりましたみたいな結構ストーリーとかでも見れる人と見れない人いるんだなと思ったから定期的に告知はいろいろしていきたいと思ってますねまだやりたいけどねメイク動画とか普通の Vlog みたいなのもやってみるあやべあれ撮ってないわあれあれあのー、サムネ用、今回のライブのサムネ用 ちょっと撮っとこう。これにしとこう意味ふ <laughs> 意味わかんない。めっちゃ動画あメイク動画めっちゃ気になります。あメイク動画本当にメイクどんどん変わってってるからね今。なんでねそういうのもちょっとやっていきたいですが皆さん、えー、今間もなく10時になりますけどもやりますよ今年最後の えー、年越しですね、えー、12月9日にまもなくなりますが12月9日おめでとうやりたいですどうする動き、まあ、今まではさなんかおめでとうみたいなことやってたけどなんか面白いポーズないかな面白いポーズない今年最後の年越し意味わかんないよなうん。 グクの何の何ミュージックビデオで寝落ちしてました <laughs> あ、それはもう一回巻き戻してみてください。グク、あ、じゃあ、なおグクで最後あれやるグクポーズでいこっか。じゃあ、じゃあ、えー、12時になりました。で、なりましたってなってから、一回叩こうか。おめでとう 12月 <laughs> 9日 <laughs>、はい <laughs> <laughs> きついわ <laughs>、えー、おめでとう、12月9日 <laughs> は、はい <laughs> それぞれの地域でやらせてもらってますにしよう、もう全国の人、そして世界中の人たちが見てますから、覚えたいくよ、恥ずかしいよね、恥ずかしいけど。 これやった方が楽しいから。いくよ。はい。パンパン一回練習するよ。じゃあ、3、2、1。おめでとう !11 月9日 <laughs> それぞれの地域にやらしてもらってますにしようか。キッズダサいよ。でもね。 ダサいことを思いっきりやることがかっこいいにつながんだよ。You know? いいみんな覚えた私、11月って言って失礼いたしました。な <laughs> んだこれとか言って、やるんだよ。なんだこれって言ってる場合じゃないの。やるの。ね。まだ時間あるから。動きはこうね。 おめでとう、12月9日って言って、この、この動きね、これ結構首大事だから、ふってやった時の、この、この首の動き大事だから、パン、おめでとう、おめでとうので両手広げる、パン、おめでとう、12月9日、<laughs> 9日、それぞれの地域でやらしてもろてます、ね、はい、それぞれの地域でやらしてもろてます、ちょっと関西弁なんだけど、 ごめんなさいね東北の方とか関西弁喋れないんですけどっていう人もちょっとそこは関西の方に合わせてもらってそれぞれの地域でやらしてもらってますで空見上げよう分かったおめでとう12月9日それぞれの地域でやらしてもらってますつって空見上げよう空は1つだっつって それぞれの地域離れてても一つだよっていうことをね年内一回確認し合おうみんなで空見上げて、ね、絶対やってよみんなが言ったんだからね <laughs> やろうって言ったんだからそれぞれの地域やらしてもろうてます空空って言おう空って言おう空いいパンおめでとう12月9日 それぞれぞの地域でやららててもらってます空はいオッケーオッケーサイレントでやるわじゃないの、だめ、空はきつい <laughs>。やるの、きついよ、でもみんなで一緒にやったら楽しいし、意外とやったら笑っちゃうから <laughs>、意味不明で草 <laughs> 家族が心配する <laughs>。 ああ、直美ちゃん乗りまくってんね。どこが <laughs> どこ厳しい。<laughs> 今回の長い夏、それは長くなるよ。今回3、4回目長い、やっぱどんどん長くなるから。みんなあと5分ね。OK ね。頭に入れたね。やるよ。それでお別れしますから。絶対に一緒にやるよ。はい。せーの。 12あ、ち間違違間間ええたもう私が間違えたおめでとう、12月9日、それぞれの地域でやらせてもらってます、空、<laughs> オーケー、空は、その中、ピッ、空とかじゃないからね、ちょっとこう、裏打ちの空っていう感じね、パン、空っていう感じでお願いします、これきついぞー、むずすぎーとか言って、やるよ、やるよ、いろいろ注文多くて分かる。 空だけ覚えた <laughs> いいよ、ちょっと前半難しいなっていう人はあの最後の、えー、それぞれの地域でやらせてもろってます、空だけでもいいから、空だけでもいい、これ結構難しいよ、私もこれちょっと練習しないと忘れちゃうわ、でもこれ時間大事だからねえ、えあと3分、あと3分で年越しだから、みんな、年越し、12月8日から9日までの年越しだから、やるよ。 子供寝てるけどなんとか <laughs> 大丈夫、小声でやれば本当はねおっきい声が出した方がいいんだけど空見,や空見た方がいいやつ <laughs> とかいやそうだようん空絶対見てそれぞれの地域でやらしてもらってます空これねみんなよろしくちゃんと目も上にね無理かもうん無理じゃないよやるようんやってください はい約4万人の方やってください足はど,うどんな感じですか真面目な生徒いた <laughs> 真面目な生徒いたわ自由でいいですそれはそれぞれのポテンシャル出してください足は <laughs> これでも意外と前回もやってる人いたからねみんななんか動画撮ってさ私にメンションしてくれてインスタで。<laughs> もうお布団いいよ寝ながらでもいい寝ながらでもやっていいから空がもう楽じゃんもう寝てるからそのままもう空手上げればいいだけだから <laughs> やるよみんな練習ねはいあと2分であと2分ちょっと時計見とくわやばいやばいやばい,やばい <laughs> 怖い怖いカウントダウン始まるよみんな <laughs> 私立った方がいいかないや座っとこうかなおめでとう12月9日 それぞれの地域でやらしてもらってます。空。オッケー。空。オッケーオッケー,ッケーはい、みんな覚えたね。はい。えー、間もなく、間もなく1分前に、緊張してきたとか言ってコメント。<laughs> えー、わかるなんかめっちゃ緊張してきた、私も。<laughs> 怖くなってきた。いくよ。間もなくね。12月9日おめでとうですから、皆さん。えー、おめでとう。パン 横に手を広げるときにおめでとう !12 月9日、それぞれの地域でやらせてもらってますソーラー、オッケーはい、残り、えー、4 50秒前です。50秒前。皆さん、いいですかはい。はい、いきますよ。はい。45秒前ドキドキしてきちゃって、なんか、一番ドキドキしてるかも、人生で。<laughs> はい、間もなく、えー、30秒前になります。 みんな、そわそわしてるコメント。<laughs> いくよ。今日までみんなで頑張ってきた2023年。ここで一緒に締めようよ。まだ年末じゃないけど。はい。間もなく15秒前です。くるくるくる。いくよ。はい。10秒前。9、8、7、6、5、4、3、2、1。 おめでとう、12月9日、それぞれの地域でやらしてもらってます、空。<laughs> おめでとう、12月9日。空 <laughs>、空は一つです。やべ、目にゴミ入った。空。はい、ありがとう。 やったーやばすぎーとか言って <laughs> 家が引いてる <laughs> 新しい一人暮らしだからかな一人暮らしでほかに人がいない代わりにえ家が引いてるっていうことなんでしょうか <laughs> 空だけぴったりなおちゃんと揃ったとか言ってありがとう横で犬が起き上がりましたとかね <laughs> 空しかできなかったとか恥ずかしいとか言って <laughs> でもやってくれたんだねありがとうみんな隣の人もやってたとかにやってないだろう。 <laughs> ありがとう声響いたとか言って電車でやったら怖がられましたそれちょっと隣の部屋から聞こえてきたとか言って <laughs> ありがとうと鳥肌が止まらないこの鳥肌が気持ちいいのよありがとうございましたということで、えー、生配信みんなありがとうぜひ この後とねアーカイブ載せますがコメントの方感想のコメントの方とか書いてくださったら嬉しいですそしてインスタの方もフォローしていただいてインスタの方にも今日の餃子を作るアーカイブも載ってるのでそちらの方も見ていただけたら嬉しいですコメント書いてくださいあとフォローもぜひしてくださいで今後はねあの生配信は、まあ、できればやりたいんだけどやっぱちょっとこう機材トラブルがあまりにも多すぎますからなのであのちょっとあれにしようかなと思ってます 正直動画とかそっち系の方に、えー、そっち系の方を多くしていこうかなと思っていますのでそちらの方もお願いしますあみんなコメントたくさんありがとう今日誕生日ですおめでとうあ本当に12月9日おめでとうだおめでとう最高でしたありがとうございましたそれではみんなあいいね押してくれましたがもうね最後にやりたくないのハッスルタイムハッスルタイムがめっちゃ怖いのよ 最後一発やっとくかハッスルタイムっていうのはもう最初からやってるこの生配信中に、まあ、やっぱみんな生配信見てると、まあ、チャットとかやってたりとか見るのに忙しくてあ、また照明系と <laughs> 見るのが忙しくて、まあ、いいねとか押すタイミングがないんじゃないかっていうことがありましたのであのいいねを設けるソングを作ったんですが最後、じゃあハッスルタイムいきたいと思います2回目バージョンね。じじゃゃあいきますすちょっっと待ってね設定あれするか みんな最後まで見てくれたありがとう。いね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 おしていね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 いいねいいねいねいねい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 ねいいってほしいし終わった後のコメントも押してほしいんだ。だらら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 らねいいねいね インスタもぜひ見てねあ、ハッスル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 ,ハッスル,ハッスルあタイミングずれてるあごめんなさいあわかんなくなかっ,ったハッスルあいいねおいしいねどっちだ <laughs> え今どっち <laughs> あこっちかあ <laughs> はいということで皆さんありがとうございました長時間の生配信ありがとうそしてねアンカイブで見てくれてる方も皆さんありがとうございました 楽しかったです。全国からね。全国から見てくださってありがとうございます。えー、本当に長い道のりでしたが楽しかったです。今年もね、えー、皆さん本当に大変お世話になりました。そして来年もよろしくお願いします。ということでみんなおやすみ。ありがとう。バイバイ。よし、バイバイ。 拜拜。Bye bye.